じたショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたですか？川越ひなです。よろしくお願いします。4回目。4回目、めちゃくちゃ来るやんって、ね、なんかツイッターに書かれてましたすいません、初回からね、はい、うん、完全な常連になってますけど、はい、ありがたいです。ね、僕らも会ったばっかですよ、ついこの。そうなんですよ、おととい、おとといですかね、会って、うん、まあ、ほぼ話してないですけどね。ほぼ話してないんですけど、まあ、近くにはいて、はいはい、話したいなと思いつつ、ちょっと眺めてて、最後の最後、帰る時に喋りかけて、一緒に帰ることになって、はい、そしたら僕がミス ID のね、あの参加者の方々に捕獲されて、そう、捕獲された瞬間に私はさーって一人というか、まあ、二人でちょっと出ちゃったんですけど、捕獲される光景だけを写真撮り、ね、動画も撮り、遠目で、あ、すごい人気だって言って通りました、ガラス越しに、うん、あの行列できてね、はい、あの僕が よくあるアイドルがねあの日中に言われて困る質問をされるってやつですよね覚えてますかって言われて、私のこと分かりますかっていう、もう遠目で見てました。あの初めてアイドルの気持ち分かりましたよ。あ、分かりました、これかっていうむずいよ、マスクはむずい。そう、まず、うん、ものすごい数受けていってる上に、うんうんうん、今年はほぼ会ってないっていうことをまず前提に置いてほしいんですよ。リアルを知らない人ばかりが来て、なおかつその僕らが知ってる画像と違う人とかが来てるわけですよ、うん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 、でなおかつマスクとかもしてる急には無理よ、急には無理ですよ名前は知ってます、もちろん存じ上げて、うん、どういう活動してる方なのかもう存じ上げてますっていうあれは大変大変そうだなって思いながら眺めつつ帰りましたなんかその時あんまり喋れてなくて、でもなんかその、まあ、今度ご飯行きたいなみたいな話はしたじゃないですか、うんうん、はいはい、でそのまあ有吉さんの話したいんですよねっていうところから、家帰ってメール開いたら、なんかあの5の部屋出ませんかっていうメールが来てて、ご飯じゃないけどスピード感早っと思って有吉さんの話したいんだったらもうすぐにでもしましょうかっていう、だからああのうちうちのやつじゃなくてオープンな方なんだと思って配信のある場でしましょうかってね、まあまあ大好きな有吉さん、だって、はい、そうなんですよ、その新しくグループがね、うんうんうん、あの謎のグループが始動したし、はい、そういう話の話とかね、そういうこととか、はい、つまらん話もあると思うんですよ。いや、それよりも私は有吉さんの話でしょ最近有吉さんの話しかしてないんですよみたいな、そうそう、なんかその有吉さんの話をこう、なんだろう、ちゃんといい感じに聞いてくれる人が一人も周りにいなかったからなんかもう地獄みたいなことが起きてて、なんかその日も、10件ぐらい LINE でなんか有吉さん大丈夫とか、なんか川越大丈夫っていうのが、まあ、前提で言うと、まあ、ずっと有吉さんのことが大好きで、はい、いつか有吉さんと仕事したいと公言をし続けていたわけですが、うんうんうん、それがね、結婚が発表されるということですね。 その日のなんか DM とか LINE とかがみんななんか大丈夫みたいな感じで来て、あのガチ恋の歌を心配するような状態で家で泣いてて泣いてたんですか？そう、めっちゃ泣いて、なんでなんか好きだったけどこんなに泣けるもんなんだと思って。それはどういう泣きなんですか？祝福？なんか、いや、なんか寂しさ、結婚前にちょっと会っときたかったなっていうなんかその結婚しちゃうとなんかこう、うん、たまたま会ってもなんかちょっとなんか好きをちょっと全力で出せない感じがあるから、ね、うん、結婚する前に会っときたかったなっていうのがあって、うん、悔しくてめっちゃ泣いて、うん、なんかどうしようと思ってたところにこう、うん、刺すようにみんながなんか、うん、有吉さん大丈夫？おめでたいねっていうのが来ちゃって、うん、いやいやこっちは辛いんだわみたいな祝福まだできてない自分がちょっとなんか恥ずかしいじゃないですか。ものすごいあのね、推しのアイドルが結婚したアイドルオタの話っぽいですよ、うん、さっきの聞いてると。そうそう、もうほぼ同じだから、そのおめでたいことだし祝福はしたいんだけども、ちょっと待って、まだ整理できてないから、そうそうそう一回落ち着こうみたいな、うん、あんまちょっと送ってこないでと思って、うん、それがまで1週間ぐらいずっともうなんか、うん、わーって気持ちになって、会う人会う人にみんなにまた言われるし、うんうん、有吉さん結婚したねって、そう、明るく言わないでほしいとこっちはそういうモチベーションで言ってないからと思ってああそうだねみたいな感じになって、みんなそこまでとは思ってないわけですよね。思ってないです。普通にただのファンだったの知ってるから、うん、よかったね有吉さんねっていう、はい、テンションで、そっからなんか一人なんかめちゃくちゃ仲いい友達に、うんうん、その1時間近くその有吉さんの絡みをしてきたから、うん、あ、じゃあもうこれ言ったろうと思って1時間ぐらい言ったらもう全然興味ないから、うん、とりあえずそんな好きなんだ、え、会ったことあるの？一度もないってずっと聞かせてました、うん、好きを。悔しかった。なかなか伝わらないでしょうね。全然伝わらないですね、その感情はね。しかもなんか初めて有吉さんのなんかインスタにコメントしたのがその結婚発表の時です、うん、へえ。したらなんかしたんすか？したらなんか
サンドリーでなんか、うん、意味わかん、なんか知らないタレントがなんかそういうなんか言ってくるみたいなの書いた、うん、言ってて、うん、え、ワンチャン私かなって思ってたら、うん、ツイートにもなんか川越じゃねみたいなの書いてて、そうかもって思って。面識もない人も、まあそれはね、祝福するでしょうっていう、ね、うん。そうですね。インスタに初コメント。初コメント。へえ。はい。もう逆にもうこれが最初で最後だなって思いました。うん、はい、もう推しが今いないんで、うん、どうしようと思って。今正直最近なんか有吉さんが結婚するのがちょっと今年入って見えてたんですよ。うん、なんか別に知り合いとかがいるとかじゃなくて、はいはい、なんとなくこう、うん、夢で結婚するっていうやつ。夢の話？そう。めちゃくちゃでも私それすっごい当たるんですよ。うん、だから、これ絶対今年結婚するじゃんと思ってて、はい、うん、なんかこうちょっと若干もうなんて言うんだろう、うん、もう無理そうだなっていう気持ちもあって。でそこでなんか千鳥の、うん、まあ、大悟さんにハマって、うんうん、めっちゃいいなと思って今もうそれでキュンキュンしてるんですけど、既婚者だからいけないなと思ってまあ、ね、大悟さんはね、まあ、浮気も伸び伸びするタイプで、そうなんですよ、だからまあギリ好きって言っててもまあいいかなみたいななんだそれどっちも会ったことないんですけどもう最近はまあだからちょっと大悟さんのことだけを今考えるようにしてて、うん、有吉さんのことはあんまりこう、あの、いろん、僕大悟さん1回しか仕事したことないですけど、はい、芸人さんの仕事、芸人さんのインタビューとかイベントとかやってて、はい、まあいい話ばっか出ますね。そうですよね、まあ、評判がいい、めちゃくちゃ大悟さんのおかげで救われたみたいな話を聞いたことが何回かと、うんうんうん、あと大悟さんのせいであの芸人はこうあらねばいけないと思ってひどいことになったみたいな人もいたけど、あ、逆になんかその番組とかでチラチラ家族の話とか、うん、さ娘について話すときに、うん、すごい名言みたいなことを残していくから、うん、かっけえなと思って、うん、あれがちょっともうちょっと結婚してないときに押したかったですねあのね、男惚れされるタイプですね、うん、確かにすごくかっこいい、うん、本当に好き、うんうんなるほどね、はい、ガチ恋が破れた瞬間だったんですね。はい、もうそれでもう今最近頭がいっぱいです。どのぐらいからハマったんですか、有吉さんって。どのぐらいだろう、うん、でも地元いた時だから、うん、小学校、中学校ぐらいの時に、うん、多分好きになって、それはもう有吉さんが再ブレイクした時期ですね。再ブレイク、再ブレイクです、うん、もちろん、うん、時になんかあんなに、うん、可愛い赤ちゃんみたいな笑顔をする大人いいなと思って赤ちゃんみたいな笑顔でひどいこと言うぞこの人、そうなんかその、うん、何を言っても笑顔でこう調和される感じがいいなと思って、はいはいはい、ですね、あの可愛げがあるから許されてる部分は絶対ありますよね。そう、その表情がもう顔ファンすぎて、うん、もうなんか CM とかで感動する、うん、顔が可愛すぎるあの邪悪な部分が出ない出ない時に、うん、なんかちゃんと広告してるなって時の顔がすごい好きで、うん、だからなんか顔がもともと好きですね、うん、最初に。なるほどね、はい、猫男爵は知らんかとか来てるけどね、もう昔のことは正直全然知らないんですよ。じゃあ世代じゃないですかね。そうなんですよ、うん、サルガン星人として大仁田ファンだった時代がね。そう、なんかそういう話をこう人から聞いて、うん、あ、そうなんだとはなるけど、うん、なんかあんまりそこは知らないって。そうそう。だからこそのね、結婚タイミングで大仁田さんが俺と電流爆破やろうみたいなね、はいはいはい、あのめんどくさい絡み方をする思い出したかのように。そうそうそう、はい、まあ、かなりアイドル的でしたからね、当時はね、サルガン星人時代は。なんかね、だから昔から、もっと昔から、うん、だから私がもうちょっと年取ってて、うん、とかで出会ってたらよかったなって思いますね仕事で接点があればですよね。はい、うん、あれば、なんか仕事ですら会えてないから、うん、なんかどうにか道端とかで会うんじゃないかとかいろいろ考えたんですけど私なんか、うん、そのすごい奇跡が起きた日があって、うん、その、まあ、有吉さんが、うん、まあ、そのなんでしょう、まあ、うん、お店にいて、うん、私がこう下にいました。でその日たまたま私はエレベーターを使わずに階段で登ったんですよ、うん、2階に、はいはい、うん、で有吉さんがまさか同じタイミングでエレベーターを使って1階に行くっていうことが起きて、うん、2階にいた知り合いが、うん、今有吉さんが降りてったけど同じなんか鉢合わなかったって言われて、うん、え階段使ったって言って、うん、それは
実際最近起こった話なんですけど、それが最大のニアミスだって、はいはい、まあ、空気は吸ったんじゃないかなみたいな、それが人生で一番近づいた瞬間かもしれない。そうなんですよ、この先も悔しすぎて、なんであの日階段で登ったんだろうと思って、それぐらいの接点です。本当にそういうね、有吉さん愛を聞いた時に確か僕はね、はい、僕は一緒に飲んでますよみたいな自慢をね、毎回のようにするっていう、ちょっとワンチャンここからもないかなと思ったんですけど、ところが僕がその後ほぼ接点がないですからね。そうですよね、悲しかった、はい、でもまあね、あの動画は未だによく貼られてて、うんうんうん、大好きな動画ありますからね、あの名古屋の、はい、あの飲酒番組で、はい、ね、有吉さんがだんだんガチで酒飲んで何軒目かで僕が待機している時に、はい、有吉さんが店に入ってくるのに、ゴーさんは嫌だよって言いながらゴロゴロ転がるっていう、もう可愛い、もうそれやられたい、もうあれ今見ても確かにあれは可愛いですよ、可愛いですよね、ゴーさんは嫌だよって酔った時がいっちゃん可愛いんだよなそうそうそう、推しの顔してる、はい、ね、まあでもガチ恋の気持ちっていうのはやっぱじゃあ結構わかるわけですね。いやもう今回でめちゃくちゃ思いました、うん、あの地元が長崎だから、あの福山さんが結婚した時に福山ロスみたいな感じで、うん、トレンドとかめっちゃ入ってたじゃないですか、はいはいはい、うん、あれとかなんかいやいやいやみたいな、うん、なんか、ね、何を言ってんのって思ってたけど今そんなね自分が結婚できることないんだからっていう、まだ接点ないでしょって思ってたけど、私もギリギリまで接点いけるでしょって思ってたから、うん、ちょっとまあその気持ちはすごい分かりましたね。なるほどね、うん、そうか、そんなにショック受けるもんなんだな。めっちゃ受けましたね、うん、未だにまだ受けてるんですけど、うん、見るたびに苦しすぎて、最近、うん、なんか TVer で、うん、そのなんていうんですか、名前を、うん、こう有吉さんの名前で登録してるんですよ、はいはい、で、まあバーってその出演作が出てくるんですけど、うん、見れないですもんね、有吉の体なんだか、はい、なんだそういうのがもう見れない、全然見れなくて、傷が癒えてないずっと大悟さん見てますもんなるほどね、うん、はい、大変だな。そうなんですよ、うん、全然ダメですね最近。僕は何も気にせず見てますよ、有吉の壁だの、いや見たいんですけど、サムネで見たいって思うんですけどいやでもなー、よぎるなーって思って見れてないですね、うん、お父さんマシャともつながりあるからそこ知りない、まあ年一で会ってますからね。あ、そうですよね、なんか対談がなんか、うん、やったりしてますよね、そこも確かにすごい、僕の数少ない自慢がね、福山雅治さんがね、吉田豪ファンっていうね、あ、ね、それってすごいことだな、なんかどういうことかもよくわかんないけど、なんか偉い僕のことに興味があって、はい、いろんなこと聞かれるって喜び、うん、でもなんか明らかにでも世界が違うから、はいはい、おかしいんですよやっぱり話が、あ、質問も変なんですか、いやまああのやっぱ文化圏が違う人なんで、えっていう話が多いですまあ、ゴーさん普段どこで飲んでんですかみたいなノリから、はいはい、いやもう全然僕外で飲むとかしなくてみたいな、はい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 、うん、福山さんか、ね、そう福山さんゲストに呼んでほしい、難しいですここに来るんですか、来てくれるのかな2時間話してくれるのかな気になる、めちゃくちゃ何を話すのかが気になる。でもなんかね、毎回本当に会うのがスパの企画なんで、はいはい、あの好きな男嫌いな男うん、そのテーマがもう僕らはもう相当もう限界まで来てるんですよ前は毎回ゲストが変わって僕だけ居残りでいろんな人と対談してたから面白かったんですけど、はいはいはい、最近も福山さん固定で、でアンケートもそんなに変わり映えしないから、はいはい、結構過酷な戦いが続いてる、好きな男嫌いな男、カーゴは何飲んでるの、うん、お酒ですこんな可愛い入れ物に入ってるけどお酒を飲んでます。僕もお酒を飲んでます。5% ぐらい、5% です。僕は 3% です。3%。うん、はい。日めくりカレンダーを褒めてくれたマシャ。そうですね。なんああいうような仕事に対する迷いみたいな話をしたら全然ゴーさんやった方がいいですよっていう。じゃあその話があれば乗った方がいいですよ。ね、そうですよ。福山さんが言うならみたいな。はい、でも結構なんか、うん、みんな買ってましたよね。アイドルとかも、うん、なんか知り合い周りがなんか買ってるのが面白かった。謎のカレンダーね。焼酎ビール細かいね甘いお酒、はい、リモートだったらマシャ出れないかなっていうね。まあでも有吉さんね、うん、会う機会ないんですかね、番組出れないのかなってね、前も多分言ったような気もしますけど、はい、反省するようなことそれなりにありそうな気がするんですよ。あるんですかね、うん、なんかだって結構あの番組僕関係の人出てますよ、はい、そうですよね、だから知ってる人すごい出てる、うん、出てて、うん、なんならこう普通に一緒に普段飲み行ってた子とか、うん、もう出てってびっくりして、とかそれこそ
この番組で何か話してるようなネタが、うん、あそこで拾われて出るようなこともありますよね。はい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 。ですよね。だからなんかどうしたものかみたいな、うん、リサーチ明らかに僕周辺あさってるなみたいな人いますよ。なんか不思議ですよね。私は僕周辺の地下アイドル結構あの打ち合わせまで行ってますよ、はいはい、あ、いいな、うん、ちょっと来ないもんなんだなってぐらい何でも言ってるんで、うんうん、番組で来てからずっと言ってるぐらい言ってるんですけどね。そうなんです。それぐらいネタがあると逆に呼ばないっていうのもあるかもしれないですよね。うんうんうん、そう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 、まあ、うん、会いたいがすごいすごいのであれなんですけど、前にね僕が大好きな氏神一番っていうね歌舞伎ロックスのあの人がアウトデラックスか、はい、有吉反省会どっちかに出たいんだが、はいはい、なんとかならないかって言われて、はい、その旨ツイートもしたりしたんだけど、はい、なかなか呼ばれなくて、はい、うん、大変だったんですよ。やっぱり出たがると逆に惹かれる可能性はあるかもしれない。あ、でもなんか私もなんか出たとして例えば有吉さん愛で出ちゃうと、うん、そのなんか本当に好きだから、うん、そういうのめんどくさいだろうって思ってるタイプだから、ね、なんか見ててもなんか、うん、うわなんか絶対なんか、うん、そこまででもないやつが出てるとか思うじゃないですか、うん、はいはいはい、めちゃくちゃ好きアピールする人って、うん、でもっとガチ恋の人からするとね、 その程度でみたいな。だからなんか私もそう思っちゃうから、うん、出た時に多分ちょっとこうなんだろう、あんまキモさを出さなくて、うん、なんかちょっとワンちゃんなんかそのあっちから好きになってもらう雰囲気出しちゃうと思うんですよ。なるほどね。嫌われないように、はいはい、要はなんか番組的には気持ち悪いぐらいのものを求められてるのに、そう多分それをやらないできないんです、うん、もう有吉さんに好かれたいが強いから、うん、番組とかよりも有吉さんに好かれたいなんで、うんうんうん、それは番組的には望まれないです、はい、そうなんですよ、ね、ちゃんとやってほしいんですよ気持ち悪い仕事を。そうですよね、うん、嫌われたくないもん今度有吉ジャポン2に3期生が出ますだそうです。今夜か、うん、なんかそうだから、うん、結構アイドルと絡むことが有吉さん多いじゃないですか。そうなんですよね。で結構それこそその坂道系とか多くて、うんうん、あの何ですか、有吉の、うん、あのゲームやる番組があるんですけど、はいはいはい、それって結構、うん、まあ元も出るんですけど、うん、坂道系が結構出てて、ですね、うん、割となんか、うん、絶賛したりするんですよ、うん、有吉さんが、うん、かわいいとか、うん、なんかいい子みたいな感じでやるから、うん、めっちゃ悔しくてだから見れないんですよ特にあの番組は。TVerが表示してきてもそうなんですよ、うん、あれは特に見れないですね、うん、なんか褒める回数が他の出てる番組なんか一番多い気がするんですね、うん、だから言ったん出てたなとかね。そうですそうです。あれとかはもうちょっと悔しさの方が勝ちますね日向坂出てるなとか、ね、そうです平田坂の子すごいなんか気に入ってたのを感じてちょっと見れなくなりましたね、うん、高野菜見てるとかね。あ、まあまあかずみぐらいだとね、うん、いいんですよ、うん、その私の愛も分かってるから、うん、その会った時の印象とか、うん、まあ、教えてくれるじゃないですか。なるほどね、いい人だよみたいな、うん、そうなんだみたいなその感じがちょうどいいというか、うんうん、下心がない感じがいいですね、うん、そういうような話をしたかったと。したかったんです、うん、はい、でもこれねすればするほどね有吉さん遠ざかると思うよ。逆言霊みたいになりそうで、うん、やだな。そういうことですよ、うん、でも言いたいんですよ今しか言う時がない、うん、本当に言えば言うほどちょっとね、うん、これは共演させない方がいいかなみたいなでも本当にそういう時は本当に好きすぎてちゃんとするんで大丈夫です、うん、ちゃんとするのが求められてるんですけどもっと面白を求められてる、ね、そうですね、面白くはできないですね、うん、でも有吉反省会もアウトデラックスもそうですけど僕周りの人が打ち合わせに行くと、うん、大体打ち合わせだけで終わるんですよ。うん、なぜなら本当に何だろうな、はい、本人はアウトだと思っていない、本人は反省する余地ありだと思ってないケースが多いんですよ。やっぱ本物の人は、はい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 、本物の人は何も気づいてない。本物すぎるとダメなのか。そうなんですよ。自分がもうちょっとプレゼンできるような人じゃないと、私こんなとこが変なんですよ。僕周りのガチな人は全員打ち合わせで終わってるんですよ。そう。確かに。でも打ち合わせまで呼ばれてもう呼ばれなかったらもうひなは多分一生辛くなっちゃうんで、呼ばれないぐらいがまだ知られてないのかなって思えるかもしれない。アウトデラックスさん、桃香はハマってるの。その話、木下桃香さんともして、はいはいはい、やっぱ彼女の場合は分かりやすくね、この首のタトゥーとか外見で分かりやすいとか、いろんな要素があるんで、はいはいはい、前村千秋もダメだったし、いろんな人がダメだったんですよ。うん、確かに。前村千秋なんてだって、
ダメなレベルがすごかったですからね、うん、打ち合わせに行って全然私アウトじゃないし全然ダメじゃないですよみたいなこと言ってる、その時ノーパンだったっていうその時パンツを履き忘れてたっていうそれも思ってないですもんね、本人は自覚がないそれすごいな、私テレビ出る時パンツ履き忘れがちなんですよみたいなことがプレゼンできれば一発で通れるけど、でもそれも確認できないじゃないですか、はいはいはい、ホラーができないから本当ですかみたいな難しいんですよ、テレビに全く向かないんですよ、はいはい、それは、うん、すごいな、難しいなと比べてやっぱ分かりやすく、うん、派手髪で首にタトゥー入ってて元48っていうのは強いですよね、そうものすごいキャッチーなわけです、確かに確かに、そうそうそう、という話を木下桃子さんもしてました、うん、うん、もうちょっと外さないとな、戦術は意外と適用だけど、まあね、戦術さんはほんと分かりやすいですからね、うんうんうん、それこそ肩書きの分かりやすさ、うんうん、確かに肩書きが強いもんな、うん、紹介しやすい、そこですよ、うん、だから元乃木坂で有吉ファンなだけだとなかなか難しい、そうなんですよ、もう一個なんか強いなんかひとひねりね、うんうん、元坂道なのにみたいなのがないとなんですよね、うん、そうないんですよね本当に、まあでも、ね、有吉結婚で1週間泣き暮らしたは結構な結構な案件だと思いますけどねしかも本当にワンチャン会えると思って生きてるから辛い、うん、有吉ガチ恋、うん、2人のドリンクホルダーはドアの部屋のグッズですか、違います、突然に買ってきてもらいましたっていうね、はい、思ったより可愛かった、でもなんか僕は多分最後に会ったのが有吉ジャポンのだからあれも結構前ですもんね、はい、うん、あれも5年ぐらい前か、5年前、うん、全然会ってない、会いたいな、そのアイドルに恐ろしい振る舞いをする有吉の僕は目撃した回ですよ、何ですか、静風絆という、あ、はい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 、すごい結構好きなグループの地上波初登場があって、はいはい、すごい気合い入っていて、で大仁田みたいに水を吐くパフォーマンスが得意で、はい、有吉さんも大仁田好きだしちょっとじゃあそういうのをやるみたいな絡みしようかみたいな感じで盛り上がっていて、はい、やろうとした瞬間に有吉さんが素の表情でちょっとそれやってどうなんだみたいなそれやったら着替えとかしなきゃいけなくなるんだけど、はいはい、どうすんのみたいなあの素の顔で詰められて完全に顔面蒼白になって何もできなかった辛い辛いよあれ本当に怖かった現場で、あの何一つ爪痕を残せなくて悲しいし完全にへこんで、うん、あの直後に解散ぐらいのトラウマ残ったまま、正論なんですよ、確かに正論なんだけど、はいはいはい、うん、あれはね、あの爪痕残そうとしている近いのからすると、はいはいそうテレビの恐ろしい現実を思い知らされるっていうか、確かにそしたらビビっちゃうな、うん、まだ知らないからなそういうの、うん、そうっていうね、まあそんなこともありつつ、うんうん、最近はなんかね、はい、謎のユニットも始めたわけじゃないですか、謎ですよね、うん、謎すぎますよ、特にまだいろいろ喋ったりしてなかったんで、うん、なんかみんなもなんだなんだってなんかざっくりこう名前だけ見てなんか叩いてる人とかいるんですけど、うん、そうなんですか、始まる前から始まる前から、うん、元何々が集まった、じゃあなんでアイドルやめたんだ、うん、みたいな感じ の、あの比較的ここに来た人が、はい、あのいるグループですよね、あ、そうですそうですそうです本当にここに来たことある人たまたまですけど、複数在籍する、はいはいはい、そうで、カオスピピス、まあ、カオスピピスって言うんですけど、うん、あのそもそも、まあ、まず言いたいのは、うん、あのアイドル活動では全くないし、うん、あとなんかまとめサイトで見たんですけど、川越ひながやっと移籍ってやつ見たんですけど別に私移籍を求めてないし、うん、あの今もフリーでやってるんですけど、うん、全然なんかどっかの事務所に入ったわけでもなくやってて、うんうん、なんか本当になんかもともとフリーの子たちが、うん、5人かな、うん、集まってやってて、たまたま、まあ、まあ元何々って感じなんですけど、ね、元ハローが2人いることでちょっと目立つ感じ、ね、そうですね、そのちょうどこうね、うん、集中しちゃった感じはあるんですけど、うん、でフリーでやってたんで、うん、なんかこうコラボ YouTube とかを、うん、まあ、例えばその中西かなとやったりとか、そう、僕も最初だから YouTuber ユニット的な感じなのかなとか思ってたら、あ、曲出すんだっていう、あ、確かにそういうのが難しいのか、配信来たっていうそうそう、なんか、うん、まあ、でも私アイドルポップではないっていうね、そうですね、うん、だからなんかこうもともと中西かなちゃんから誘われて、うん、まあ、もう一番最初にからなんだ、そうです、うん、なんか普通になんか女の子たち何か集まって、うん、YouTube でなんか MV やってみないみたいな、うん、なんかよく YouTuber 同士で例えばなんか
まあ、ヘラヘラさん獣医師さんとか、うん、何でしたっけ、まあ、重森里美さんとかも、うん、まあ、YouTube とかで出してバズったりしてるじゃないですか、うん、で、ああいう感じで、うん、なんか作ってみようみたいな、うん、ものづくりしたいねってなって、うん、私も最初1本だけかなって思ってて、うん、始めたら、うん、意外とがっつり、うん、クオリティが高くて結構お金かかってる感がありましたよ。そうなんですよ、うん、なんか私はもうなんか自撮りぐらいでこう MV 作るのかなみたいな感じだったんですけど、うん、話し合いもしっかりしてて、うん、で、まあ、みんなもやりたいものが、まあ、これがやりたいとかいろいろあって、うん、それを集めた結果を割とクオリティが高くて、うん、なんか再結成みたいに見えちゃったんですよね。ですね。みんなが本気で新たに夢を追いかけます感が出ちゃってて、なんか武道館目指してるのかなぐらいクオリティが高すぎちゃって、うん、はいはいはい、しかもなんか結構音楽配信サイトほとんど配信されてて、うん、今、うん、なんかそれも正直、うん、もうなんか数時間前ぐらいに知ったみたいな感じだったんですよ。で、めっちゃすごいやんみたいな、なんかみんなめっちゃ頑張ってるやんと思ってびっくりして、うん、まあ、だから本当になんか私は普通に、うん、なんだろう、衣装さんとしてやりたいなと思って、うんうん、そういう感じだったんですか。そうです、そうです。だから、うん、最初の MV もそうだし次のやつもそうなんですけど、うん、なんか私が、うん、まあ基本的には衣装プロデュースしてて、うん、なんかこう、まあ、買いに行ったりとか選んだりしてて、うん、なんかそういう、なんだろう、プロデュースができる人っていうのを、うん、なんか分かりやすくしたいなっていうのがあったから、はいはいはい、まあ、なんかそういう意味で、うん、ちょっとずつ MV とかを出して、うん、プロデュースの印象をつけたいなっていうイメージなんですよ ね、こっちとしては、まあ、それで何かできるような子たちが集まってるみたいな感じを出したくて、そうですね、うんうん、うん、なんかまあダンスやりたいこと、うん、なんか歌やりたいことみたいな、うん、集まってるので、うん、そういうところをやりたい感じですね、うんうん、まあ、始まる前からね、はい、このメンバー集まって何するんだっていう噂にはなってた。そうそう、噂になってて、うん、まあ、なんかちょっとツイートしてたじゃないですか。しましたよ。なんかカオスピビスってこれのことみたいな感じで、はいはい、なんか違う、まあ、僕の周りの中年男性2人、はい、2人を挙げてましたけど、うん、そう、なんか割と本当 YouTube での、うん、なんかコラボ YouTube みたいな感じですね。みんな YouTube やってるんで、うんうんうん、それがその流れで曲も作りましたぐらいの感覚であって、はいはい、本気で曲出してガンガンこれから、ね、もうリリーベやるとかはないです、うん、握手会やるとかそういう感じでは全くないですね、うん、アイドル活動ではなく、はい、ってことですね。そうですね。だからなんかこうザ王道、そのなんかアイドルっぽいやつじゃない。王さんどこまで知ってたのか僕は何も知らなかったですよ。全然知らなかった何も聞いてない、うんうん、なんかまあまあそういうまあ、ものづくりに関わればいいかなっていう感じはあるかなっていう、うん、皆さんつながりあったんですか、もともと。うん、そのルールルちゃんは、うん、もともと秋渋なんですけど、はいはい、は番組、私が MC だった時にゲストで来てもらってて、うん、会ったことがあって、うん、SID もね、はい、確か。あ、そうです。ですよね。で、林田真宏、元フェアリーズの子はもともと中学校か、うんぐらいからめっちゃ仲良くて、うん、でもなんか何年かその 4、5 年ぐらい会ってなかったのかな、うん、で久しぶりにこの集まりがあるって時に会って、うん、おわーってなって、もともとめっちゃ仲良くて、うん、で中西は同級生で。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へえ。学校で喋ったことはないんですけど。全然知らなかった。実は同級生で、うん、めちゃくちゃいい子ですよね。めっちゃいい子です、うん、びっくりするぐらいいい子です。そう、うん、このゲストで来て初めてちゃんと話して、はい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 、うわ、超ちゃんとしたいい子、超ちゃんとしたいい子です、うん、ビビるぐらい。ここに来た中でトップクラスのいい子だと思うんですよ。すごいいい子です、うん、あとハーチンは、うん、なんかインスタの DM でつながってて、うん、なんかご飯行ったことあって、うん、私、あと誰だ、私だけ、うん、かな、合ってんのかな、うん、あとリホちゃんは完全にこの回で始めましてですね、うん、タートルリリーっていうアイドルもともとやってたんですけど、うん、全然知らなくて、うん、集まった時に会って、うん、うん、って感じです。なるほど、まあ、くれぐれも言っとかないとですね、本当に、はい、これはあくまでもアイドルとして私たちが復帰したわけではないと。そうだから別に大丈夫安心してくださいって感じです。まあまあそれを見たい人もいるかもしれないですけど、うん、はい、全然なんか、うん、なんかこれでなんかもう一風吹かせてやろうと か、うん、なんか夢をもう一度、あの時センターできなかったからなんか前に目立とうみたいなのもないし、うんうん、別に
別に歌もね別に見てもらったら分かるんですけど、私 MV 歌割りがなさすぎてみんなの歌割りにちょっとずつ私の顔が差し込んだりとか、ずっと言ってましたもんね、はい、だって辞めてからの僕とのイベントとかで歌とダンスはありえないぐらいのことを、そうですそうです、いかにやりたくないかって話を言い続けてきた人なんで、なんでもうそれだけはもうちゃんと言って、うん、もう歌とダンスは苦手なんで、うん、って言ったら、ダンスもなんかシルエットとかだったんですけど、うんうん、あの立ち位置がそのどんかぶりのところがあるんで、はい、一瞬私だけいないカットとかあって、うんうん、結構ねよく見ると面白いです。皮ごなんか最初と最後だけ出て、うんうん、途中全部出てないやみたいな、いいところだいぶ気を使ってくれてるんですね。だいぶ気を使ってくれてる。なんかカット割りを多分同じ秒数ぐらいにしてあげたいって気持ちはあるけど、うんうんうん、何せ私が歌えないっていうのがあって、うんうん、次のその MV2 本目出したやつも、うんうん、なんかこう MV だとすごいなんか、うん、なんていうの、軸みたいな感じなんですけど、うん、歌一切歌ってない。ハレハレ愉快が歌わなかった事件あったねって全然知らない。これあなんかデビュー乃木坂入った瞬間に、うん、お見立て会っていうのがあって、うん、なんかこうそれぞれ得意なことをやるみたいな時に、はい、得意なことがなさすぎて、うん、あの松村さゆりとなんか、うん、なんかなんかないよねみたいな感じになった時に、うん、じゃあコスプレしてハレハレ愉快を踊ろうみたいな、うん、言ってやったんですけど、うん、歌が本当に苦手だから、うん、その時その完全生歌だったんで、うん、なんか本番で急に松村だけが歌うっていう、うん、私はもう踊るだけ踊るだけです、うん、それまでは歌うって言ってたんですけど、うん、当日になってちょっとやっぱ無理だなって思って、うん、歌わなかったことがあります。本人には何も言ってないの？それ言ってないです。うわいきなり、はい、で一人で歌ってもらいました。なるほどね。それぐらい当時から嫌で、はい、うん、無理ですね、うん、はい。だからそういうことに未練があってやってるわけじゃないんですよってことですね。じゃないですね。だからちょっと逆にあの衣装とか毎回可愛いから見てくださいって感じです。うん、メイクとか。いや曲的には結構ね、なんだろう、K-POP 感というか。そうですね。うん、なんかこう話し合いを結構。うん、だいぶしたんですよ、うん、なんか1曲作るのに多分 5,6 回ぐらい打ち合わせをして、うん、しかもそれもなんか2時間ぐらいのを、まあ、毎回やってて、うん、私は別に歌とかその楽曲についてが全くわからないから、うん、なんか撮りたい MV とかは絵が浮かぶからっていう話で、うん、その美術とかそういう話をしてたんですけど、うん、周りはなんか結構 K-POP がやっぱ流行ってるから好きみたいな話になって、うん、やっぱなんかこうどういう曲がいいかっていう例えばを出したら、うん、ほとんどの子が K-POP だったっていうのもあって、うん、なるほどね、あんな感じです。多分本当に今女の子の側に、ね、はい、主導権を渡すと、うんうん、多分そういうモードになりますよね。なりますよね。外見もそうだし、うんうん、曲調もそうだろうしっていう、うんうん、そうですね、うん、特に1曲目はその感じが強いかなっていう、なんかやりたいことを、うんうん、ちょっとずつ集めたらあんな感じになったかなって、うん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 、曲の手の込んでる感すごかった、うん、費用とかどうしたのかな、それはどうしたんでしょう。、ね、もっと自分が主役になれば良いのとか言うてるけど、まあ、なりたがるわけないですからね、そこね。なりたくないです。なりたくないです。もう、うん、もうなんかやっぱり別にこう、うん、プロデュースで集まってるから、うん、別にみんな誰も別に真ん中立ちたいとかいうのはないんですよ、うん、だから、うん、なんかこう適当にアーシャ並んでみたいな時とかも、うん、なんか誰が端っこに行けるかみたいな感じで、うん、みんななんか端っこにさって座って、あ、私ここでみたいな。メジャー地下関係なくそういう感じなんで、ね、みんなそうでした。だから行きなみたいな、なんかあと行きなみたいな感じでめっちゃ動かして、うん、なるべく逃げるっていうのをやってました。メジャーな方々を差し置いて行きづらいですよ多分。私がここ来るわけいかないでしょ。いやもう行きな行きな。顔可愛いからとか言って、なんかもう無理やりなんか真ん中にさせたりとか、とかなんか身長ちっちゃいからとか言って、まあまあまあそういうのを言ってみんな端っこに行きたがってました。尾形さんもね、ここで初めてちゃんと話したけど、はい、あ、はいはい、ね、苦労人ですからね、うん、ちゃんとなんかね報われてほしいなっていうのをすごい思いました、あの時、うん、いやいや本当に信頼できる組織だなっていうね。まあね、そういう活動もあるし、はい、そしてミス ID どうでしたか今年は。今年は
なんかやっぱ全然今までのなんていうんですかやり方じゃないですけど、まあ、期間も長くなっちゃったじゃないですか、うんですね、コロナもあって要するに実際に会えるタイミングを探ってるうちにね、緊急事態宣言出たりとかでひたすら伸ばしに伸ばして、うんうんうん、結果あのコロナ期間がまるまるミス AD 期間ぐらいの感じだったけど、ね、そうですよね、うん、だからなんかなんて言うんだろういつもと違う空気感というか、うん、なんかなんて言ったらいいんだろう私の見る場所がなんか結構あってなんぼな見方してたから結構、うん、難しいなって思いましたね。要はだってミス ID 好きをずっと公言してきて、はいはいはい、でもそれってつまりミス ID 的な変わった人とか、はい、そういうものを愛してた人だと思ってたんで、はいはいはい、あすごいちゃんとした若い子を選んだっていう、うん、なんか多分、うん、私もこの1年で多分めっちゃ疲れてるんだなって思いましたなんかすごい変な子が好きなんですよ僕の総評に近いやつですね。そう総評がもうめっちゃ刺さって、うん、だからそれ言われてハッとしたんですよ、うん、そうあそういうことかと思って知らない人のために言いますと、はい要するに何だろうミス ID っていうのは毎年結構殺伐としたものを愛するというか、うんうんうん、そういうものも強要するような場で、うんうん、審査員同士のねバトルだの、はい、なんかねそういうなんか受けてる女の子同士のバトルとか、うんうんうん、そういうものとかもいさめるというよりはもうそれもそれでよしみたいな、うん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 、全てを受け入れる感じでやってきた、うんうんね、あのオーディションで、はい、厄介な子たちを比較的選びがちだったんですが、うんうんうん、本当にこの2年間ですよね、うんうん、今回の場合はこの2年間やっぱ世の中が殺伐としすぎたんで、うん、みんな弱ってるっていうか気持ち的に、うんうんうん、こんな殺伐してる時に殺伐とした人を選ぶよりは、うんうんうん、平和を求める感じになってたんですよ多分、うんうんうん、だからなんかこう今までだったら、うん、なんだろういいなって思う人がやっぱなんか、うんちょっともう名前からして例えばクセ強めとかなんかもうキャラクターがやばすぎてなんか、うん、うわ川子っぽいなみたいな、うん、川子好きそうやなみたいな子がやっぱ好きだったし、うん、選んでたんですけど、うん、なんか今年なんか、うん、そのいいなって思う子が全員、うん、なんていうんですか平和というか、うん、素朴な感じというか、うん、すごいナチュラルに近いものの人ばっかりこう、うんなんだろうふと思い出すみたいな感じだったんですよだから自分がなんかこう自分のその感じが変わったというかメンタル的になんか情報量が少ない方がいいみたいな、うん、なんていうんですかねそういう気持ちになってるの、うん、なってるんだなって1年で思いましたね、うんうん、そうなんですだからもうちょっとだから攻撃的な人とかを比較的選びがちだったのが、うん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 全体そうじゃなかったんですよね。でそうですね。全体的にそんな気がしました。平和な人と、うんうんうん、いわゆる個性的な人でも攻撃側じゃないっていうか、うんうんうん、自虐側というか。そうですね。そのネガがあるみたいな。ネガティブではあるけれども、うん、そんなに他者への攻撃には向かわないタイプ。そうですね。自分に対しての何かを持ってる人がほとんど、うん、なんか、うん、そういうの感じて、うん、なんかだからまあ今年のミス ID は今年のミス ID で。うんなんかこう例年とはまた違う感じの人が選ばれたのかなと思うし、うん、それはそう震災の後乃木が求められたり、まあ、そういうこともあるんでしょうね、うん、なんとなくそういう気はしますよ確かに、うん、なんかこういう時代だからグランプリもそれはもうなんかね、うん、平和の象徴的な人が選ばれるいやもう本当になんか、うん、癒しみたいな人が多かったかもしれない、うん、見ててなんか笑えるじゃないですけどなんか、うんあったかい感じで見てましたもん、うん、これがまたね全くどこにも伝わってないでしょうけどグランプリを決める最後の選考会の日が、はいはいはい、僕が前日が大阪でイベントで、はいはいはい、翌日僕参加できないかもって、はいはい、そもそも大阪で 2days のはずだったんですイベント、はい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 、でもなんとか最終日の選考来てほしいって言われて、はい、分かりましたって言って選考には間に合うように帰ろうと思ったんだけども結局あの日僕全然ほぼ寝ないで、はい、あの新幹線始発で帰ってきてでだから最終日の面接僕フルで出てるんですよねすごいだから体力の限界に来てたんですよあの最後の確かにもうやばいですよねそうフラフラでもあくび連発しながらそうグランプリ決めるあのやり取りとかやってそう春日さんと今そうですその時ですすごい、うん、大変そのボロボロの状況になりながらねうん、僕彼女グランプリでいいと思うんですよみたいな
え、でもなんか、うん、よかったなというか、うん、普通にカメラテストの時からめっちゃ好きで、うん、めちゃくちゃ良かったっすよね、あれね。なんか本当に感動しちゃって、良すぎて、ね、そう、こんなにこんな画面越しでもわーってなる子いるんだ。香港在住のアイドルの子が、うん、今回グランプリになったんですけど、うんうん、カメラテストが本当に素晴らしかったですよね。うん、なんか、うん、なん、うん、グッとくるものがありすぎて、僕が例年はね、はい、普通にか、ね、顔、ね、付き合わせてやってるから、はい、しょっちゅう僕が会話に入る隙あるんですけど、今年はズームだったんで、はいはいはい、僕が入る隙がないんですよね、はいはい、基本ずっと小林さんが喋り続けて、たまに僕がちょっと入るかもぐらいで、はい、あんまり入ってなかったんですけど、あの時僕、すいません、むちゃくちゃ感動しましたって、その一言覚えてます、覚えてます、そうそうそう、一言言っていいですかっていう、はい、素晴らしかったです、うん、よかったん、よかったし、なんかそのあのルックスの可愛らしさもすごい好きだし、なんか全部が良かったな。その映像制作の人だからまだ公開されてなくて、これは公開すべきだと僕は言ってるんですけど、はい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 、参加者の子が自作の3分間動画っていうのを非公開のみんな、はい、あの希望者が作ってて、うんうん、はい、それのクオリティもトップクラスでしたね。うーん、最高だった、うん、もうでもだから会いたいですよね、うん、会ってみたいけど。そうなんですよね、うん、そう、この子グランプリがいいと思うんですけど、でもどうしよう、来れないんですよね日本って言った後で。でも来れない方が逆に今年っぽくて、確かに確かに、それはそうですね。もうだって見たことない授賞式だもんね、なんかこのズームでなんかね、うん、家感が強い感じの、うん、そうそうそう、例年記者会見でね、女の子がバーッと並んで写真撮るのに、うん、女の子がすごい後ろでね、あのスクリーンも入れなきゃいけないから背負う感じで、不思議な状態になってるなっていう、うん、もうすごい良かった、ね、でも今年はその最後のあのね、うん、発表の時のイベントも、うん、例年僕がマイクを独占して、そうですよね、いろいろコメントのフォローとかしたりとか、あの押さないように、はい、巻き入れたりとかやるんですけど、うんうん、今年はマイクを使うために消毒しなきゃいけないから、うん、マイクを持ちっぱなしにできなくて、はいはいはい、すごい僕が口数が少ないです確かに、うん、しかも今年結構なんかサクサクサクっと言ってましたね、みんな。前半はそうでしたね、うん、まあ後半でおやおやおやって思います。でもすごい分かりましたよ、そのステージ上がって、うん、あの、うんうん、女の子たちが1人3分なんですよね、はい、自己アピール、はい、自己 PR がね、ステージ上がったら本当にあれなんですよね、ストップウォッチみたいな30秒だ、1人30秒だ、すごいカウンターがあって、うん、巨大なカウントダウンが目の前にあるから確かにこれは押せないわっていう、うん、プレッシャーなんか何秒押してますっていうのもめちゃくちゃ出てくるから、そう、うん、そうそうそう、だからみんな10秒か15秒とかで、うん、長い子でも30秒なんですよね、うん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 、ジャストとかで、うん、珍しかった、そうそうそう、そんなイベントでしてでもね、本当に長年憧れてたミス ID に絡み出して、うんうん、ね、あのまあ早々に大変さは思い知ったと思うんですけど、はいはいはい、え、なんかなんだろう、だか最近は自分も受けた方がいいんじゃないかなっていう、なんですかそれ、気持ちになってきましたなんかこう私が、うん、なんだろう、別にみんなに何かを言う、うん、なんかこう私も自信がないからこう言える感じでもないから、えらい気を使ってたから、そうイベントが押してるから、うん、私のコメントで時間割いちゃまずいな感がすごいあったんですよ。いやでもそれもヒヤヒヤしてました、なんかすごいなんか、うん、なんか大真面目に言ってますみたいな、そう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 、押してます、なんか、うん、大真面目ですみたいな、もう撤収の時間ですシャレなんないすごいなんか面白いのがずっと出てて、うん、え、こんなで、ひなそんな大してコメント言えないな、カモさんすげえ短くもかもって済ませたって言っちゃうと皆さん気にしないで、はい、長々とコメントする人多いじゃないですか、はい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 、そうだから、あ、すごい大胆に、うん、すごいなと思って、うん、でも私はいいやと思ってキュッて やっちゃったんですけど、うん、審査員側が受けるんだ、そうですよね、受ける側が審査員になることは言います、ありましたけど、確かに確かに、逆に、ね、逆はないです、審査員を断って受ける側になる今受けてどうするんですかっていう確かに、いや、なんかこう1年頑張れる何かがあるかなみたいなミス AD
すごい気になったのにやけど、ミサイルになったらどうなるの、それが何もないのがミサイルなんですよ。そうなんですよ、なんといってもなってすぐに何かがあるみたい な、うん、なんか何か出れますとかそういうことでもなく、うんうん、なんかなんその自分に対してのきっかけじゃないけど、そうそうそう、自信とか、うん、そういうものそれは長年言ってることなんですけど、うん、オーディション関係ってね、まあね、いろんなね、裏を沸かすようなやつで最初から決まってるみたいに言われることも多くて、昔からそう言われてますよ、うんうんうん、で決まってるのはただすぐ必ずしも悪なわけじゃなくて、うん、ちゃんと決めて、いろんな会社でちゃんと売り出しましょうみたいなプロジェクトがきちんとできていて、ね、大人としてのちゃんとしたビジネスである可能性もあるんですよ、はい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 、それがミス ID はそういう大人のしがらみを入れないオーディションなわけですね、うん、僕がなんか審査員やって最初驚いたのが、はい、ここの事務所がグランプリにしなきゃ降りるって言ってるんですけど、皆さん気にしないで選んでくださいって言われてすごいな、それオープンにするんだここっていう。で当然そんなこと言うとこその子すごい良かったんだけど、じゃあグランプリにしねえよっていう選んでたまるかってなるけど、こっちはそう、ね、この賞が多すぎ問題っていうのも、はい、これ僕らは何も知らないんですよね。そうそうです、そうです、そうです。これ知らない人に説明していくと、はい、その主要な賞というか、そのね、なんだっけ、アメージングミス ID、 アメージングミス ID 的なものとか、主要なそのサブの賞みたいな、うん、20人ぐらいの賞、あと個人賞、その20人ぐらいと個人賞を選ぶだけなんですよ、はい、僕らって、はいはい、でそれがさあ発表っていうぐらいの間にメールとか来てるんですけど、はい、いざ見たらあれなんかすげえ増えてるっていう。そうそう、どんどん増えてるの。この子も賞取ったんだみたいな、うん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 、そう。そこは僕ら何も知らないんですよ。うん、実際そ。そうなんですよ。うん、だからそうですね。個人賞と本当メインの賞、毎年ある賞とかだけこう把握してる感じなんで。あとまあこの子救済してほしいみたいな。その子は何かしら入れたいとか。そうそうそう。うん、ぐらいなんですよ。なので。うん、僕らに言われても困るってことね。まあでも水野しず激怒してた、それは水野しずも怒るだろう的なね、その辺に関してはね、うん、さあここからどう転がっていくかって、確かにどうするのか。僕はね、常々公言しているのが、ね、AV 業界とはかからないようにするというルールにしてますから、ね何も言わない。AV 女優の方は全然別に、はいはいはい、AV 女優の音楽活動とか大好きで、はいはいはい、とかね、取材とかもすることもあるけれども、なるべく仕事としては関わらないルールで、ね、やっているのでノーコメントですか、うん、いやまあ気持ちはわかる、うん、気持ちはわかります、うん、怒る側の気持ちはすごいわかる、うんうん、ただそのなんかね、多分あれと近いんだと思うんだよね、ちょっと感覚で言うと、そのローティーンの水着モデル、チャックエロ的なというか、そういうのをやった人に対する、うん、例えばミス ID でそういう子が、はい、どうするかみたいな話になったことが初期の頃にあって、この子をなんか評価しちゃうと、事務所とかがこの子をビジネスに使ってこういう子もうちにいましたみたいな感じで、うんうんうん、なんか被害者みたいなものを増やすことになるんじゃないかみたいな、だから賞に入れるべきじゃないみたいな話があって、うんうんうん、その主張もわかるんだけど、じゃあこの子は夢を見れないのみたいなのもあるんですよ、うん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 、それは良くない、うんうん、過去にそういう仕事やったからってあなたは賞をもらえませんはないわと思って、うん、僕がなんかねそういう子に賞を与えたりとかしたこともあったんですけど、うんうんうん、そうそうっていう問題、うん、女の子側に別に罪はないでしょうっていう、うん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 、ただ、ね、業界に対してはモヤモヤすることがあるので僕は距離を置きますっていう感じで生きてますね、うんうんうん、まあね、川子さんもね、はい、乃木坂時代からね、とあるセクシー女優のイベント行ってるような人ですからね。そうなんですよ好きなんですよね、めちゃくちゃだからそうなん、なんかあんまりこうね、うん、言うとなんかイメージがって言われるんですけど、うん、でも好きなんだもんなっていう。 あの子は確かにそういう文化圏の人でしたもんね。そうですよね、うん、うん、かわいいかわいい、うん、人そのものは大事。いや本当そうだと思いますよ、うん、僕は。なので、ね、
かけるのも自由でどんどんやるべきだし、うんうん、ね、はい、好きな女優さん誰だ師匠の名前もうちょい何かあったろうって感じ。いや分かりますよ、うんうん、これも僕らね現場まで知らないか知らないから台本見てあのなんとか爆笑してますからね、うんうん、なんだこの名前はみたいなやつありましたよね。面白いでしょうでアルファベットなのしかもっていうなんかちょいちょいその受賞した子たちを、ね、振り返って、うん、今なんて言いましたみたいな、何の賞ですかねシスターフット知らないとかね、うん、いろんな問題あったんですけど、うん、スメズライクティーンスピリットって何ですかいい匂いですかみたいな、まあ、あれはあれでコメントがめちゃくちゃ面白かったから好きだけど、そうそうそう、次々ショーの名前が変わっていくっていうのも含めて、うんうん、確かにミス ID っていう決まってないところがいいところではあるけれども、うんうん、まあね、これもまた常々言ってるんですけど、小林さんの優しさが優しさなわけではないという問題を僕はずっと言っているイベントとかでこの子にちょっとでも長い時間話させてあげようと思って、うんうん、あの時間を過ぎても話させてる結果後半の人の時間がなくなるとか、それは優しさじゃないんですよっていう均等にしないとちょっとねたびたびそうそう、だから、ね、多分優しさで賞を増やすのもあるんだろうけど、うんうん、これだけ増えてるのに賞をもらえない私ってになるのは確かにあるんだよ。そうだよね、少数になってしまうとそっちも、うん、これでも選ばれないのって何なんだろうっていうこれでもコメントない私って何なんだろうとか大変なんですよ、うん、そう、ね、どうですか身近で小林さんを見て、見て、だからいやなんだろう、うん、難しいの、なんかその賞をあげたいっていう気持ち、うん、そのなんかみんなが、うん、こうね話し合いになった時に、うん、いやこんぐらいにしましょうよってなった時とかに、うん、いやでもこの子はでもこの子もっていうあの時間が、うん、なんか僕も体力の限界で帰りたいんですよってそうそう、なんか特に女性陣の顔とか見てると、うん、なんかやっぱこうはっきりしてる人ははっきりしてるじゃないですか、うん、もうなんかこの子、うん、この子この子、はいはい、みたいな、うん、でもその時間がやっぱり、うん、なんかシュールだなっていつも思って見てまだやるんすかっていう、一回さっきなんか決着ついてた気がしてたけど、あ、うん、もう一回みたいな時あるじゃないですか、振り返ろうみたいな、うん、そうそうそうまあまあね、まあまあ大変なオーディションですよ、うんうん、大変なオーディションなんで、例年受けた子でね、ミス ID 批判する子で出てくるのは例年なんで、うん、もう何の問題もないし、うんうんうん、で批判したから私は賞を取れなかったっていうことも何もない、ないないです、批判しても受かる人もいれば、うんうんうんね、大好きでも落ちる子もいるっていう、うんうんうん、それだけのことですよ、ね、開始1時間でもう1万届きそう、そうなんですよなんでこんな伸びてるんですか、アリオさんのガチ恋話とかしてただけなのになんでなんだろう、ミス ID かななんなんだろう水野静の話が聞きたいみたいなことじゃないと思いますよね、そんなに嬉しい、うん、ありがたいです ね、 ねなんだろう、ちゃんとねグループ辞めてこれぐらい経ってもね、はい、ちゃんとこれぐらいのニーズが、いやでもなんか日々不安で、うん、なんかこれもそのまあなんかいろいろこうツイッターとか書くのもあれだからっていうのはあるんですけど、うん、なんかもう自分の顔にとにかくもう興味がないなさすぎて、なんかこうえらい前半に可愛い可愛いって来てましたよ、いやなんかそれとかもめっちゃ嬉しいんですけど、うん、なんかもう自分の中では本当にこう、うん、なんだろう、別に可愛いって思われたいとかもなくて、うん、ないんだ、なんか、うん、そのえ嬉しいですよ、めっちゃ嬉しいんだけど、うん、なんかこう恥ずかしい、もうえなんか何それなんだろう、なんかめっちゃ闇みたいな感じになるんですけど、うん、なんか今マジで何がやりたいかが、うん、あの表面で、うん、なんか普通に、まあ、裏方的な仕事は好きな人で、裏方もめちゃくちゃやりたいんですよ、もうやりたいことがいっぱいなんですけど、うん、その応援してくれるファンに対しての何かをやらなければいけないっていう、うん、そのあーそっか気持ちはあるんですよ、うん、なんかこう見えないところでやってても、うんまあ、正直こう分からないというか、うん、
何かのプロデュース的なこととかは大好きでやりたいけれども、そうなんです、どっかちょっと可愛いビジネス的なこともやらなきゃいけないわけで、そうですね、だからなんかそのインスタグラムでなんか、うん、まあ、私はもうただ服をあげたいと か, なんかただ陶芸をあげたいとかアートをあげたいとかあるけど、うんうん、求めてるものとか、まあ、やっぱりこうエンゲージメントで考えると、うん、まあ自撮りとか、うん、まあ喜んでくれるじゃないですか、でもなんか別になんかこうなんだろう、そこまで自分のこう見せたい部分ではないんですよ、顔とか。要は多分可愛い女の子大好きな人だから、はい、そういうのにがっつけばがっつくほどふと自分のことで冷静になっちゃう。そうなんですよ、だからこうミサイルをやってて思うのは、うん、もう、いやもうしんどいもあるんですよ、やっぱりなんか可愛い子とか、うん、なんか可愛いのにめちゃくちゃ悩んでる子とか、うん、いやそんな悩まなくても大丈夫だよっていう気持ちにもなるし、可愛い子ほど悩みますよ、そう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 、うん、でその時にこう自分とかを見ると、うん、なんかこう、いやなんで自分はなんかわざわざ自撮りやってんだろうみたいななんか別にやりたいわけじゃないのに自撮りしてんだみたいな、うん、なんかでも意外とアイドルの子そう考えながらやってる人多そうですよね。あでもそうすごい、私これ何やってんだろう。でも本当になんか、うん、あんだけすごい出てて可愛いって言われてる子でさえやっぱそう思うし、だからねアイドルの写真加工しすぎて批判多いし気持ちも分かるけども、うんうんうん、そうせざるを得ない精神状態っていうのがあるはずなんですよ。そうなんか素材が可愛いのにとかなんか加工しなくてもいいのに、うん、なんでわざわざ加工するのみたいな、そうそうそう、なんか宇宙人みたいな顔になってるとか、うん、なんかよく、まあ、まとめとか見るんですけど、うん、なんかそれも分かるんですよ、なんかもうみんなが可愛く見えすぎちゃって、うん、なんかさらに顔をちっちゃくじゃないけど、うん、なんかそうなってきて、なんかそうしてる自分もなんか辛いなって思ったんですよ、うん、なんかこうみんなのこう加工レベルに合わせて、うん、なんか自分はそのもっと先へ行かなければいけないとかも辛いから、うん、なんか写真とかを撮りたくなくてめっちゃで、うん、なんかツイッターとかも告知しかしなくなるんですよ、そしたらそう文章が気になる、そして SNS がつまらない人になっちゃ う, そうで、めっちゃつまらなくて、でもなんか、うん、なんだろう、なんか日常のことをつぶやいても別になんかその先になんかこう、なんだろう、自分が今何をなんかこんなに普通の日常をツイートしてしまってるんだろうみたいな、なんかこう、まあ気持ちは分かりますよ、そのコロナに入って、うんうん、アイドルがつぶやくことなくなって悩んでる話とかいっぱい聞きましたね。そうだからセンスある一言を常に吐き続ければ、うん、れればいいんだけど、うん、そういうのもないからなんかこうっていうのをいろいろ考えすぎちゃって、うん、なんかもう写真もあげない、まあ、うん、なんか告知もまあ引用リツイートみたいな感じになっちゃって、うん、でだんだんこの通常のそのなんか写真を上げた時にいいね数がめちゃくちゃ減ってるんじゃないかとかその顔に自信、その何だろう、載せたくないくせに載、うん、せた場合に、うん、すごい去年の自分と比べてめっちゃいいねないやんみたいな、うん、とか思うとまた自分がしんどくなるから、うん、じゃあもう載せなくていいやっていうところに今入ってきてて、それでもね多分相当数のアイドルがそういうことを考えてると思いますよね。そうですよね、うん、そうだからみんなね載せたくて載せてるわけじゃないというか、うんうんうん、私可愛いから見ててやってるモチベーションの人って多分そんないないと思うんですよ。だからなんか、なんか、なんていうんですか、うん、なんか乗せれないゾーンに入ってきたんですよね、最近。なんかどうしようみたいな。そういう不安だった人からすると、この視聴者数は安心になるわけですよね。まだちゃんと私が求められていたっていう。うん、本当に。めちゃくちゃ安心します。うん、なんか、うん。だからなんかたまにそういう、なんか嬉しいなって時があるんですよ。うん、だから、なんかその、うん、なんかその1週間とかめっちゃ頑張るんですよ、うん、でそのまた1週間後にいややっぱ今私は何をやってるんだろうっていうモードに入ってきてそれが本当難しいんですよね。その褒めてくれるファンの人が褒めてくれるのはそれは嬉しいに決まってるけれども、うん、それが自信につながるかって言ったらそうではな い, っていう。そうなんですよ、うんうん、これ何が自信になるんだろうと本当思うんですよ、うんうんうん、ね、うん、なんかプロデュースとかなんかやってるって言ってるけどなんか自撮りばっか、うん、あげてて、なんか結局なんか、うん、なんか承認欲求が強いなみたいなのとかを、うん、なんかそのエゴさした時に見ると、うん、いやそんなことないのよみたいな、うん、なんかもう無理してあげてんのよみたいな顔向いて認められなくてやってるわけじゃないからっていう、そう、なんか加工してなんか、うん、なんだ、なんか整形までしてなんとかみたいなの書かれてて、うん、してもないしその一言もいらんし、うん、そうまで知ってもないしみたいな、なんかそういうのが特になんかコロナ期間多分、うん、SNS ぐらいしか多分、うん、
見る機会も私のことないからっていうのもあって、うん、この間その2歳 D の、ね、はい、イベントの後で2歳 D の子にはなんか20人ぐらい一気に写真撮った時に思ったけども、うんうん、まあ加工のレベルの違いとか撮る瞬間から分かるじゃないですか、あ、この子はこれぐらいに描けるんだなみたいな、ね、難しいですよね。なんかだから友達とかに撮ってもらっ、うん、なんていうのか、こう入った時とかにやっぱその人のコンプレックスってめちゃくちゃ分かるじゃないですか、うんうん、あ、なんかここら辺キュッていくってことは多分ここがコンプレックスなんだなとか、目が異常にでかくなったら、うん、目すごいコンプレックスなんだなと思うとそれも辛くなっちゃって、加工の仕方で分かる、めっちゃ分かる、あのこうやって入った瞬間に、うん、ミヤってなった時に、でもなんか本当に私がなんかもう豆粒みたいになった時に、うん、なんかまあありがたいけど、うん、なんかこうなんですか、別にそこも突っ込めないじゃないですか、うん、もちろんもちろん、だからなんかそこもなんか最近なんかむずいなっていう、なんかどんどん多分 SNS でしか、うん、まあなんかアイドルの子たちも会うそんなになかったりとかして、うん、でもその加工レベルも上がってるんですよね、うん、なんかみんな顔どんどんちっちゃくなってる気がする、本当に会わない間に会わない間に本当にギュッとちっちゃくなってるし、うん、足もなんかすっげえ長くなってるからね、だから当然僕も無加工で可愛いのにってすごい思うけれども、うんうんうん、言っても無駄なんですよ、これも絶対、そう、そうそう、うん、本当に言っても無駄だから、その声は届かないんですよ、うんうんうん、多分何かで傷ついちゃってるから、うんうん、それはもうその一言で、ああそうなんですかになるわけがないんだこれから やめますにはならない、やめますにはならない、本当に、うん、一回ミサイ D でね、うんうん、一昨年かな、その、はい、明らかに加工しすぎ目が大きすぎの子にね、はい、もうちょっと小さくしようって説得は相当したことありますよね、ここまでやらないでいいからっていう、今明らかに異常だから、うん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 、半分ぐらいの加工でって言って自撮りとかだとね、うん、そのてなんで受けるときにできたりするじゃないですか、うん、最近だとオーディションとかでも、うん、それでなんか見極めれるようになりましたね、うん、加工何パーセントみたいな、はいはい、うん、ミサイギやってるうちにだんだん時代が変わって加工してる写真を送る子が増えてきて、うんうんうん、ね、あれ来た人が別人っていうケースが何年か前から一気に増えて、うんうんうん、そうですよね、だからそれはすごい時代を感じます、うん、はい、そんな感じで無事に1時間過ぎまして、うん、はい、ここからは質問を拾っていくのでコメントにどんどん書き込んでってください、コメントしてください、お願いします、ね、川越さんどこ出身ですかとかこういう質問じゃなくてもうちょっと深いやつあるんですよね地元で CM やるんでしたっけ？そう、今もう4月4、うん、4日から放送されてて、うん、めちゃくちゃいい時間なんですよ。朝のニュースタイミングとゴールデンの時間に CM 流れてて、うん、そうなんです、しかも私だけというか、まあ、1人の CM なんで、うん、がっつり私が映ってて、なんかこうなんで地元の子たちから送られてきたりして、うん、それはもう最近だからその病んでるけど、うん、めちゃくちゃいいフェーズに入ってるんですよね、うん、仕事的にはなんかいろいろ始まってて、うん、よかったなって思いますけど、3年ぐらい前に渋谷であった郷さんと水野静さんのイベント行ってませんでしたか、うん、生誕、え、なんだろう、どれだろう、何回か静さんのやつは行ってます、うんうん、1回だけじゃなく何回か行ってるから、また日向坂の怪物井口真央とコラボで話してみた印象は、コラボで話してみた、あ、私だけですよね、別に会ってないですよね、え、もうあのもう本当にあの飲み方が違うなって思いました。どういうことですか？なんか、まあ、会う前から変だなと思ったんですけど、うん、会ってから思うのはもう世話が焼ける濃すぎて、うん、何個上なんだろう、結構ちょっと何個か上なんですけど、うん、あのもう何ですか、家の鍵を、うん、家に忘れて外に出てこの前、うんうん、でたまたまその一緒にいた友人の女の子、うん、YouTuber の子なんですけど、うん、から共通だからそんなになんだろう、めちゃくちゃ、まあ、敬語で喋るような相手なんですけど、うん、電話3時ぐらいにかかってきて、うん、すいませんみたいな、井口さんが鍵なくしちゃって、うん、でも共通の友人がひなちゃんしかいなくて、うん、助けてもらいたくてって言って来たんですよ、うん、私の方に、家の方に、うん、で、まあ、面倒見ることになったんですけど、うん、したら、なんで川越さんいるんですかって言われて、うん、いや、そっちが大変だったからこっちが呼んだんぞと思ってなんか、お金あるよ大丈夫とか言って、うん、なんか渡したりとか、うん、なんかもう、私は飲めますとか言って、うん、もうベロベロなのに一人でバーって飲んで、うん、なんか勝手になんか、うん、
イカとか買ってきて焼いた、うん、なんかめっちゃ臭いの買ってきてそれをなんか手づかみでなんか一個丸ごと食べて、うん、なんかはぁーみたいななんかなんで川越さんいるんですかをずっと言われて、うん、だから、まあ、酔っ払いなわけねすごくて、うん、でしかも来たのがなんかサテンのなんか、うん、なんかなんていうかなんかもうほぼ下着なんじゃないかぐらい薄いなんか服で着て、うんうん、しかもなんかパンツなんですって言いながらもうここまでなんですよもうなんていうの、うん、もうほぼもうパンツ見えてるんですよそれでなんかハッハーみたいなでしかもなんかもう足広げるから恥ずかしいからやめてって言ってもう閉めて閉めてって、うん、したらなんかさっきまでなんか、うん、なんかのみのなんか配信みたいにやってたら、ねうん、ファンの人いてって言って、うんいや絶対パンツ見えてるだろうと思って、うん、本当にダメだよって言って結構もう異常にぶっ飛びすぎて、うん、大変です最近川越さん意外と飲み方ちゃんとしてますね私めっちゃちゃんとしてるんで、うん、なんかそのなんだろうもう迷惑かけていい人にだったら、うん、多分なんだろう何も考えずに飲んで酔っ払えるんですけど、うん、ちょっとこう自分が基本的にお姉さんをしなきゃいけない時の方が、うん絶対的に多いからちゃんとしてるんですけど、うん、最近てかコロナ期間に入ってから、うん、多分やばすぎて、うん、なんか一人でブワーって飲んで、うん、なんかプルプルに一人で酔っ払った時は、うん、だいたい朝も目がパンパンに腫れてて、うん、その日こう全然覚えてないけどファって思い出すのは、うん、なんか号泣してるんですよ夜目腫れてんだそうでしかもなんか死にたいえみんな死んじゃったみたい な,、うん、なんかいつもなんかみんな死んじゃったって言ってるらしくてなんで誰も別にいないんですけど、うん、なんかだから何かがなんか取りつかれちゃうのか知らないんですけど家で一人飲みしてると悪い酔い方しちゃうわけねそうですねうん、うん、なんか最近泣き上戸、うん、なタイプなのを知りましたうん、うん、まあ基本ないですけどねそんなにうんエヴァ見ましたかってなんだエヴァ見ましたよあとね2回ぐらい行く予定ですねそうなの行きます、うん、僕も行きましたよどうですどっち派ですかいいと思ったか、まあ、なんかいい悪いじゃないよねっていう僕らはもうまあまあもうなんか終わったっていう感じ、うん、25年見てきたからもうお疲れ様そうですよね綺麗にまとまってあよかったよかったってあでもよかったの方だったらいいですねそうそうそう私もなんか私の場合は一気にこう見てるタイプなんで、うん、全然なんか別に歴史も浅いしだから逆に良かったなって思います、うん、なんかモヤモヤがないじゃないですか、うん、一気に見た人にとっては、うん、俺はもうねすかされ続けですからねそうなんだこれはみたいななんかどういう流れなんだとかあったけど、ひなとかはもう一瞬で回収できちゃってるから旧劇場版とかで僕はもう何度もえーって言ってきたからなんでえー、うんうんうん、これ終わりみたいな、うんうん、カオスピピスでやりたいことは何ですかえもう完全に私はもう衣装をがっつりやりたいですねしかもそれがなんか、うん、こう見てる私じゃないこう好きな人たちとかがいい、うん、ハマってるって言ってくれたら一番いいですね、うん、だからなんか自分の活動としては本当になくて、うん、だから多分例えばなんかまあ他の子たちが例えばライブをカズピーピースでやるとしても、うん、私は多分そこに出るっていうよりかは裏方でやり入りたいなって思ってます、うん、出ない可能性があるのはいでも最初からそれは言ってますなんかイベントやるとしても、うん、なんかまあ MC とかそういうなんか、うん、トーク場面とかだったらいい、うんけど、うん、パフォーマンスはちょっと違うかなって、うん、なんかもうあの時で終わってるなっていう感じがするんですよ、なんか乃木の時で、うん、だからまああんまいいかなって感じ、ねうん、川越賞七瀬ルルアちゃんの話、うんうん、なんか一番なんかやっぱその王道になんだろうまあ若くてしっかりしてて、うん、そういうのも喋れるし連日ショールームとかやってね、うん、ああそうですそうですだからそのなんか今まではその最低なんですけど努力を評価しないタイプなんですよなんか別に、うん、なんかこう真面目にやってますみたいな、うん、私はなんかなんとかの賞をミスコンで取って、うん、なんか学校はなんとか大学に行って、うん、みたいな、うん、なんか自己 PR とかも正直興味ないし、うん、なんかこのために何頑張ってましたっていうのもまあそこまでハマるタイプじゃないんですよ、うん、だけどなんか多分今年だからこそなんか、うん
こうやっぱ頑張ってる子っていいんだなじゃないですけど、けなげだね。そうけなげね、うん、なんか何か夢に向かって頑張ってて、うん、なんか私は女優やりたいんですとかそういう、うん、しかもこうでもなんかやっぱ若いからいろんなことやりたいんですっていう感じも、うん、なんかそのまあいいなって思って、うんうん、なんかその一生懸命さとかを評価できる大人になったんだなって思いました。うん、うん、それはちょっと考え方が変わったのかもしれない。郷さんと井口絶対に合いそう。だいぶ前にね、うんうん、あのおすすめはされてたんですよね、うん、あでも、うん、合わないと思います。合わないんだ、うん、合うか合わないかで言ったら、うんうん、合わないと思いますけど、うん、なんかまあなんか質問することはたくさんあるけど合うか合わないかで言ったら合わないと思う、うん、なんかそのどういう意味で合わせるかによるんですけど、なるほどね、うんうんうん、井口ここに来てほしい酒飲み配信やったらやばそうですね。あでも本当に酒飲ましたらやばいんで、うん、なんかそのやばさを伝えるのであれば、うん、完全に先になんか、うん、なんかいいなんか酔えるところまで飲んどいてくださいの方がいいかもしれないです。なるほど、ね、長いんで、うん、ある程度飲ませてから何件か行ってからここ来てくださいの方が多分その最初ちょっとすごいちゃんとしちゃうんであのこうなんか来ましたって感じになっちゃうんで、うん、多分、うん、飲ませてからの方が面白いです。なるほど、なんかすごいんですよ本当に。すごいんだなんか周りに私の友達しかいない状況で連れてきたことがあって、うん、その時に、うん、川子さんは神なんですって言われた時に地獄かと思いました、うん、もう周り私に別に興味ないぐらい仲いいんで、うん、なんか、はいはい、え川子神なんみたいになって、うん、なんかもう周りがなんかすごいなんか大丈夫大丈夫みたいな状況になっちゃったんで、うん、ある程度飲ませた方がいろいろ出てくるかなって。なかなかでもねあのアイドル系でそれぐらいちゃんと酔っ払う人いないでしょうか、ね、いないですね。もうあれはベロベロすぎて、うん、ファンの人が生放送をもうそろそろ止めた方がいいと思いますって意見がめちゃくちゃ狂ってました。今で泣いてる若い子多くて意外です。そうなんだ。多い。確かに周りみんな泣いてたの。乃木坂エヴァの特番に呼ばれてたな。そうなんだ。そうなんだ。郷さんがイベントの休憩中に川越さんと電話してロフトの中に入れなくなってスタッフに迷惑かけてました、はい、あの時ね。ああ、うん、あれ何の日でしたっけ。何でしたっけ。なんか配信してるからそうそうエゴサしたら川越が今配信やってて郷さんに電話したがってますみたいな。あれだ YouTube の、うん、あの記念で生配信した時だ、うん、私がで電話に出ようとして、はいはいはい、ロフト9の裏口から出たら裏口の扉ってもう1回開けたら開かないやつで中から開けちゃったらぐるっと回って入ったって難しいな。カオスピピプでピピプスでまた可愛い子を見つけてしまいました。あなんかそのツイート見たよ、うん、魂のルフラン流れ出した時に劇場内まあざわついた、ね、え量産機が空をぐるぐる回って終わりってやつね、うん、ハースピピスのメンバーをゲストに川越さんと一緒はやらないんですか。全然それは全然やれますよって感じです。今なんかただね客入りを 客、うん、客さん入れちゃうと、うんうん、あの9時に終わらせなきゃいけないっていうルールがあるからイベントがなかなか難しいです、ね、そうですよね。7時9時ならせいですのか、うんうんうんまあまあどちらでもできるはできますよ、うんうん、まあ大田のマーキーのプロデュースとか最高だったからね。そうなんかそれすごい言ってくれる人が多い、うん、そういうことがねやるのが楽しいんですけどね。そういうことをやりたい人なわけですよね。そうですね。もうだからそのアイドルやってる時からもそれがやりたいって思ってたんで、うんなるべくそっちに行きたいなって感じ。基本はやっぱ裏方になりたい人。なりたいですね。うん、うん、なんかもう出なくて稼げるところに行けば出ないですね正直。だってそれこそね乃木坂辞めた時も出るかどうか迷ってましたもんね。うん、かなりなんか、うん、ほんと就職とかいろいろ考えてたし、うん、決まってたから、う
なんかそう今でも、まあ、どっちがいいのかって分かんないですけど、うん、まあでも自由にやれるっていう意味では、うん、この会社に入んなくてよかったかなっていうのがあります、ね、でも踊りの時スイッチ入る川越かっこいい入ってた入れてた記憶はないんですか嬉しいけど乃木坂のパチスラどう思いますか。そんなん出たんだ。なんか私調べてないけど、うん、なんか川越はなんかなんちゃらかんちゃらなんかそのディスのところになんか、うん、でも乃木坂パチスロ会みたいななんか、うん、そこに書いてあって、うん、おパチスロやってんだと思って、うん、それをびっくりしました、うん、やったんだ本当に。画像は使われたりしてないわけでしょ。そういうことですよね多分、うん、AKB さんみたいなことですよ ね, や, つねやってる感じの、うん、井口はやばいってすごい言われた本当にやばいベベチでやばい、うん、いい子そうだね。いい子ではあるんですか。めっちゃいい子ですね、うん、もうなんか自分が恥ずかしくなるぐらい持ち上げてくれるんですよ、うん、もうなんかその酔うとそこの場にいる知り合いの人の誰かをめちゃくちゃ褒めちゃうね、うん、なんかこうひなとかは年上だからもうタメ語でいいって言ってるのに、うん、そんな恐れ多いんだみたいなもうこういうモードに入っちゃって、うん、でなんかもうなんか何がいいのかをもう一生もう小1時間喋っちゃうんで周りが引いちゃうっていう、なんかもう別に川越の良さとかどうでもいいわみたいな状況で私も恥ずかしいからやめてって言ってるけど、もう井口のもういい良さが止まんないみたいな、うん、野生動物好きなゴーさんは絶対に井口好きなはず。なるほどね。あでも野生感は半端じゃないですね。うん、ちゃんもとトークイベントで AV の話した。でもなんか女の子について喋りましたよね確か。たような記憶はあります、ね、なんか多分話しましたね、うん、うんうん。トンチキのプレイボーイ見ました。見た見た、うん、バナナマンシタラさんにも魅力を感じないですか。どういうことですか。あ私がってこと、うん、異性としてってことですね。異性としてだったらひな日村さんがいいそっちなんだ。なんかシタラさんはもうかっこよすぎちゃって、うん、なんかこう、なんていうんですか、なんか会社の上司ぐらいでいいなっていう感じで、ひなさんはなんか取られた時にあの救急車気になって外出た時に週刊誌取られたじゃないですか、はいはいはい、あの時の顔も顔が可愛すぎてひなも彼氏となんかいちいち救急車で外出たいなって、うん、なんか多分出ないんですけど、うん、彼氏がそういうパターンだったら、うん、その気になるから出ようって言われたら出るから、ね、なるほどね、だとしたらめっちゃいいなと思って。あれいい写真でしたよね。めっちゃ可愛い。なんか動物がこうなんか寝てんのかなみたいな感じだったから、うん、あれすごい好きです。福山雅治のスクープって映画を思い出しまして、はい、ああそうそうそう、あれ好き、めっちゃ好きです映画。あのね、二階堂さんと部屋にいるね、はいはいはい、タレントのカップルを写真撮るためにどうしようと思って、はいはいはい、花火かなんか鳴らしたら、うんうん、打ち上げ花火やって様子を見に来たところを撮られちゃうっていう、完全にあれのリアルパターンですよね。確かに確かに、うん、ああ大丈夫大丈夫、気にせず、怖いな。これに置いといて大丈夫です。なんか増えましたねめっちゃ。そうなんですよ、もうなんか、うん、置く場所じゃなくなってますもんね。そうなんですよ、ひどいことになってますデカミちゃんゴーちゃんに川越さん出てほしいです。何ですか何ですか。僕がデカミさんとやったイベントですか、ね、あーデカミさん、うん、あでも本当にデカミさんと本当喋りたいっていう気持ちがもう、うん、もう多分3年ぐらい言ってるんですけど会ってないんで。接点ないんでしたっけ。LINE 知ってて、うん、青ね詐欺をお互いやってます、だからなんか仕事で会わないと、うん、多分そのこうなんかこう重い腰を上げれないみたいな感じなんで、うん、お互いに多分ね、ぜひ絶対ね、そこから有吉さんにどうつながっていくかという戦いがね、うんうんうん、プレゼンしないと。え、まだ公式に発表されてないけど、なんだそうなんだ。何がですか。パチスロえ、そうなんだ。そうなの。でもなんかツイッターでめっちゃ見たから出たのかと思ってた、うん、まあ、イメージがね、確かに ね, ねあるかもしれないけど。井口は佐賀の FM でホームラン連発中。そうなんだ。それ、私がもともとやってたラジオなんです。嘘。はい。でもこれはまた後で喋りたいですね、うん、まあまあまあ、うん、そうですね、うん、良い子なのは間違いない、やばいけど、うんうんうん、いじり岡田さんは異性としてどう？
ないです。ないですか。ないですね。異性って感じじゃないですね。もうなんか生き物みたいな感じで。でも実はちゃんとした人ですよね。本当にいい人すぎて、うん、なんか普通に喋ってたらなんかめちゃくちゃ海外旅行してるみたいな話をしてて、うん、なんかそういう感じにも見えなかったから、うん、ずっと家にいるのかなと思ってたから、うん、そんなアクティブなんだ。思ってなんか私がこんな海外行ったんですよって言ったらあっちがもう、うん、じゃあここ行ったことあるみたいな感じで、うん、急になんか人見知りなのに、うん、すごいスイッチ入ってこう来てくれて、それはなんか話とかはすごい合いそうだなと思ったんですけど、うん、なんか異性とかではないですね。なんかもうまあ言うなればもうお父さんぐらいの感じの貫禄あるかなっていう、うんはいうんかわいそうなんですよね。あの人全然エロじゃないのにね、うんうん、舌がすごいよく動くってだけでエロキャラになっちゃう。そう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 エロは別にないエロを感じない本当に、うん、仕事中でさえ。下子さんバナナマンと接点ありますか？何度か一緒に仕事していて、うんうん、近所で会ったこともありますよ。あ、そうなんですか？近所でロケ中。ああ、たまたまみの。ゲーバーの入り口に日村さんが座っててすごい何やってんですかっつって今ここで撮っててってすごい奥にしたらいるよみたいな、あ、本当だみたいな、お久しぶりで会いたいな、近所でばったり会うことあるんだっていう、うん、AV が好きすぎるで有吉反省会かっこいい系より可愛い系の男がいいのかな。私ですか、うん、なんか王道にシュッとした人が好きじゃないかもしれないです ね, なるほどね。分かりやすいイケメン、うん、なんかもう俺モテてきたが、うん、なんかもう見えると思う、うん、ちょっとなんかこう持ち上げたくないというかその感じよりかは、うん、こうなんか癖があるなんかふにゃふにゃってした存在の方が可愛いかなって、うん、あ、七瀬ルルアさんがコメントしてますよ。すごいなんか、うん、ありがとうございます。こんばんは、七瀬ルルアですでもさっきからね、ルルアちゃんっていうコメントがファンの人なのかわかんないけど、すごい来てるから、うんうんね、なんかね、本当に本当真っ当な可愛い子ですね。そう、なんか本当多分こうやって来てくれるぐらいめちゃくちゃいい子だなって、うん、なんか今もなんかやっぱいい子って癒されるんだなっていうのをそのなんかこう、そのなんていうか、こう正統派アイドルを推す意味っていうのをなんとなく分かった気がするというか、こういう時に殺伐は求めてないんですよ。そうなんかこの癒しって大事だなっていう。なるほどね。特にこのね、この数年はちょっと特に需要あり、本当に癒されたいもん、みんな、うん、心落ち着かせたい、ね、ツイッターが荒れてるなみたいな時にね、うん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 、せめてアイドルでは、うん、癒されたい、安定を求めたい。今日はなんか家族となんかハンバーグ作りましたとか言ってほしいもん、うん、そんな中身なくていいんだよっていう見たい見たい、そういうのが見たい、うん、乃木坂のサイトに上がってないだけパッチのメーカーは出してるんだそうです。フライデー記者謝罪会見でのたけしの異様な色気やすい、本当そうなんですよ。たけしって何ですか？ビートたけしさんの、うん、がフライデーに襲撃した後の会見がめちゃくちゃかっこいいんですよ。へ、はいはい、男の色気全開。喋りじゃなくて雰囲気が、雰囲気、へ、うん、一番シュッとした、一番なんかね、なんだろう、悪そうな空気も出つつ、はいはいはい、うん、まだ俳優業そんなにちゃんと まあ、やってはいたけども、映画監督なとかなる前なのに、うんうんうん、異常な、うん、異常な色気ですよね。でもなんか謝罪会見っていいですよね。なんかこうなんていうか、なんていうか、うん、ちゃんとこう髪の毛まとめたりと か,、うん、なんかスーツ着 せ,、はいはいはい、着させられてるなって思っちゃうじゃないですか、うん、どうしてもなんか黒着させられてるなって私はすごい思うんですけど、うん、なんかその時のなんか返しとかがわおわおわお見るのすごい好き で, いいです。あの狩野英孝さん の,、うん、あの女沙汰の後のなんかコメントとかめっちゃ好きで、はいはい、北海道に旅行行った時に、うん、なんかずっとドライブ中に、うん、ずっと何回も見返して、なんかいいな、うん、なんかあんまりなんか自分でも響いてないのかなみたいなコメントしてるのが、うん、すごいなんかいいな。謝罪コメント好きなんですよ。わかりますよ。謝罪コメントと結婚発表の直筆コメント好き、うん、まあ、結婚に限らず直筆コメントいいですよね。いいですよね。なんか人間性出るから、うん、うわ、この人めっちゃかっこいい、ね、うん、字下手と思う時あるんで、ね、このために私はボールペン字講座を通った方がいいのかと思いましたもんいざという時のために、そう、
字うまいのはいいな。もうね、字は全然うまくないからああいう時思いますよ。うん、うん、そう。でも確かにそのなんだろうな、うん、タレントさんが普段のモードじゃないところに出た時っていうのは、はい、ね、あまり言うのもあれですけど、確かにね、あのね、お葬式に出た瞬間の女優が可愛いみたいなことよく言われてるじゃないですか。うん、お葬式やばいですよね。ね、え、ごまきですか。もうそうだし、やっぱ喪服映えって絶対あるじゃないですか。めちゃくちゃエロいですよ ね、 ね、私なんか黒のシースルー感、その、うん、AV とかの喪服のやつとかってなるんですよね、本当に。なるほどね。いやでも、いや絶対ありますよ、それは。皆さんなかなか言いづらいけれども、うん、いいですよね、なんかこ う、 そ う、 そ う、 そう、まあよろしくないけど、やっぱなんか引き、うん、なんか黒ってこう引き出してくれる何かがあるじゃないですか、うんうん、あれはいいなと思います。そう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 。伊地知さんと乃木坂の雰囲気好きだったんだけどな。中田香菜さんの活動はチェックしてますか？ああの、なんだろう、なんかその本人のなんか SNS じゃなくて、うん、たまたまこう周りからのなんか流れてくるやつで見て、うん、なんかもう、え、なんか麻雀師になったのかなって思うぐらい、その麻雀のその勢いがすごくて、なんかその新しい場所じゃない、セカンドキャリアっぽさを感じて、よく自分の名前を検索すると川ごと中田はみたいな話がめちゃくちゃ多いから、なんかなんだろう、なんか仲の良さ的には仲悪いわけじゃないんですけど、そこまでこう一緒にいるってことはなかったんですけど、仕事面でめちゃくちゃペアが多かったんですよ。なんでなんかそれを感じましたね。やっぱなんか似てる部分があるというか、なんかそれはアンテナを感じましたね。一緒にアイドルのセカンドキャリアで麻雀パターンは増えてきましたよね。多いですね、うん、だから一回そのまあ辞める1年前ぐらいから一瞬麻雀始めましたもん、うん、なんかそのベースやっぱなんか辞めたアイドル麻雀行きがち、うん、麻雀とか競艇行きがちだなと思って、はいはい、うん、勉強しました。まあね、手堅く仕事来ますからね。そうです、そうです。一、うん、回別に出る気ないけど、うん、もしなんかその会社員になれなかった場合のベース作ろうと思って、うん、麻雀はマジで勉強したんで、なんかなんとなくこの感じはわかりますね。なんか株勉強するとかそういうのも気持ちはめっちゃわかります。僕もだっていろいろ場違いな仕事してきましたけど、うん、確かに競艇場の営業はギャラ良かったですもん。なんか。オファーもやっぱ協定えぐいぐらい高いから、うん、そうなんですよ。なんか、え、いいんですかとか思いますね。うん、うん、そこに寄ってると正統派ってなんだっけってなる。あ、難しいですよね、もう正統派とかも、もう勝手な、ね、うん、自分たちのあれだから。 AKB があっての正統派みたいな、ね、そう、なんかそれベースだから、うん、なんか、なんていうの、それよりもなんかこう、うん、行き過ぎるとなんかダメみたいな風潮あるから、うん、なんかこうもう私が言いたいのはもうその辞めてもう2年以上経ってるから、うん、もうなんかその正統派であるから怪我しているっていうのをちょこちょこ見るんですよ、うん、それはもう本当に辞めてほしい。もうもう個人だし、あとなんかそのなんか名前を使わないでほしいみたいに言って言われること多いんですけど、別に私がなんか一回もなんかその表記として元乃木坂を入れてくださいって言ったことは一度もなく、勝手にあのニュースに出すときについてるだけで、わかりやすくね、そうニュース以外のホームページ上には載ってないパターンが多かったりとか、自分発信でやったことはないですよ、一度もない。あとなんかそのそうなんか聞かれたら答えるけど、自分からこうなんかなんとみたいな、なんか先月何々ちゃんに会ってとかは別にないんで、うん、言ってますよね、うん、本当にこういう場で毎回言われますもんね、うん、あの今メンバーと会ってんですかみたいなことはね。そうそうそう、だからなんか別にそれに対する葛藤みたいなのすごいありますもんね。そう、だからこっちも別にそんなに言いたかないというか、そこで商売したいわけでは、ね、商売してないし、なんか、うん、たまにそれでなんかなんかこう、なんだろう、注目させてそれで稼いでるって書かれたことあるんですけど、うん、もうそこで稼げることって一度もないんですよ、うん、じゃないところでお金は稼いでるから、うん、なんかその使ってるっていうその使い方はもう本当にもうやめていただきたいなっていうのは本当に本音ですね、うん、全然ないんで、ね、まあ、正統派イメージの人じゃないですからね。そう、もともと正統派じゃないから、うん、多分その知ってもらえれば、実際その7年でさえも別に正統で生きてなかったっていうところだけを抑えてもらえるとありがたいですね、うん、当時から AV 女優のイベント行ってたって言ってますよ。めちゃくちゃ行ってる、行ってたんだから。めちゃくちゃ行ってたんだから。
それでもいたからそれだけは言いたいです ね浜ゆう子の記者会見は爆笑好きなんですよね。そうなんですよね僕は本当有吉さんと狩野英孝さんの絡みを目の前で見てるって確かにだいぶゴージャスな瞬間でしたね。いいな、うん、だから狩野さんは一緒にモルクやったんで、うん、あるんですけど、うん、なんかそのちょっとだからその狩野さんとやった時も考えましたもん、うん、なんかこの先に何かないかなってモルクをもしかしたらハマってくれて一緒に試合できないかなとかいろいろ考えたけどやっぱないんですよね、うん、近くには行けてもないんですね。本当僕の好きな話が有吉さんの狩野英孝いじりがひどすぎて、うん、狩野さんが完全に素でイラッとしていかんしてくださいみたいなあの芸人らしくない受け答えをしてたのが面白かった。こういうガチな感じが面白くてみんなやってんだろうなっていうね。綺麗な受け身を取る人じゃないっていう、うんうんうん、有吉さんの直筆のコメントのくせそうなんですよね。よかったですよね。右斜めに、うん、あんな癖あるんだと思ったし、うん、なんかいいなって思った。父さん島田紳助がいる時にオールスター感謝祭出てほしかった。そうなんですよね紳助が紳助さんが辞めた月の初回になったんですよね僕がやってたのがね、はい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 、惜しい、うん、今田浩二体制になった初回に僕が出て、うん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 、もう一回オファー来たんですけどそれが確か僕大阪のイベントと重なって、はい、断ったらそれっきり呼ばれなくなって、あの時出てたら もしかしたら確かにレギュラーみたいなずっと出れたかもしれないっていう、うんうん、プロ雀士だよもう中田、うーん、うん、すごそう僕がだからねそのオールスター感謝祭に出、うんうん、初めて出た時に本当爪痕なんか残せるわけないですからね、あんな芸能人いかないぐらいの中ですごいえぐいですもんね。やれることなんか何もないから、うんうん、僕ができるのは実況することだけっていう、ひたすらツイッターで実況を続けて、はいはいはい、っていう活動したけどもよく言ってるのがこれ紳助さん時代だったら僕詰められてるなって、あお前何お前スマホ持ち込んでやってるんだって。あの時僕と堀江門が実況してたんですよ、ね、確か、うん、真由美のレナさんに協定やってるね。そうそうそう、イムキと中田と麻雀やったってよ。協定は一度出たよね、佐世保のナイター。私ですか、うん、協定確かなんか全部それ系一回ずつ出てるんですよね、うんうんうん、なるほど。フリーになってみていろいろ試してみて。そうですね、なんかもう、うん、合う合わないもよくわからないので、うん、とりあえずやってみて、うん、でなんかやっぱりこの1年で、うん、その一発目のそのもうなんか打ち合わせのもう多分何だろう5分ぐらいあれば、うん、いい悪いって分かるなって思いました。なんかちょっとなんだろう、こういいことばっかり言われすぎてなんか怪しいけど、まあ、なんかやってみるかっていうことを何回か、2年前から去年にそのなんかちょっと1年ぐらいかけていろいろやってみたところ、やっぱりなんかそのファーストコンタクトで分かるというか、なんかあの時に思った時にやっぱやめとくべきだったなっていうことがほとんどだったから、なんかこれから先はそのやっぱりどんなにいい言葉であってもなんか値段が良くても、なんかそのファーストコンタクトのイメージで選ぼうって思ったぐらい、なんかこう顔に出るんだなって思いました。嫌な予感するなっていう仕事は大体良くないんですよね。そうっていうのが本当に最近分かったことで、うん、まあ、なんかこの時間でやっと分かったぐらいの感じですけど、うん、楽しい仕事だったらギャラ安くてもいいし、うんうんうん、であんまり良くない仕事って意外とギャラ良かったりするんだなみたいなね、うんうんうん、この辺のバランスを見ながら仕事をしていくしかないっていう考えましたね。モルクといえばさらば青春の光そうなんか今日なんかあの iPhone のなんか勝手になんか思い出写真みたいなここに出てきたりするんですよ。ね、うん、でなんかそれでなんか急にさらばさんとのスリーショット出てきて、うん、そのタイミングでっていうなんかおおって思ったんですよ。でトレンド見ておおと思って、うん、なんだこの iPhone はと思ってすごいなんかバレてんじゃないかとドキドキしたまあ私が仲いいのは森田さんの方ですけどね、うん、僕もそうですね、うんうん、いい人だ本当に、ね、クズ芸人クズ芸人って言ってたらね、うん、というね
まあなんかあの落差はなくてやっぱりそれって大事だなって思いましたね、うん、なんかいい人すぎるとやっぱえぐいじゃないですか。そうなんですよ、まあ、俳優さんとかね可愛いイメージの人がえぐいことやってるとうわーってなる。不倫とかもうすごいじゃないですか。やってることに問題はあるのはあるんだけども、うんうん、まあクズがクズだったっていう、うんうんうん、落差はないってことですね。そうそうそうAV の面接行ったのとか、えらい AV の話聞く人いますね。なんだろう、なんかそれ楽しみにしたの。AV の噂とかってこういうのって流れたりするんですか。私は全くないですけど、うん、その AV 好きっては言ってるんで、なんかその、うん、なんかたまになんか見出しだけそれ書いてて、うん、なんか内容が全然みんななんか絶対行かねえだろうみたいな感じが多いんで、うん、そう、だからなんか私はただ可愛い子を見るのが好きだし、うん、可愛い子に限ってというか、なんか多いんです、たまたま顔的になのか分かんないですけど、なんかちょっとなんか色気を感じる人に AV に多いのか知らないですけど、たまたまそうなだけで、なんかもう MV ぐらいの感じで見てますもん、うん、なんか可愛いみたいな。だから別に私はその可愛いに入れるわけないっていうか、うん、そのわざわざ飛び込む死にに行くぐらいの感じです私にとっては。これ、ね、自撮りよりきちいわみたいな。 AV のレベルが上がってると言われてる中で、この時代に私が行くわけないやろみたいな、うん、だからもう本当にそこには興味ないですね。でしかもそこに出たら明らかにね、うん、本人が嫌がってる肩書きでの商売があり、無理無理無理、もう本当あのなんか記者会見でしょ、もっと〇〇坂がみたいな感じで、 もうそれ風の衣装とか着てられてみたいな。ここでなんかあのタイトルで大喜利合戦始まるんですよね。 そうそれはもうこういうの嫌がってる人からしたら地獄が始まるわけで行くわけがないっていう。いや多分パッケージはめっちゃ作りやすいと思いますね、うん、本当に、うん、経験値貯めてるね。最近ヤバそうな仕事の依頼が来ましたか。ヤバそう、うん、なんだろう、なんか、なんだろう、そこまでないですね、うん、普通になんかなんかそのなんかめちゃくちゃ儲けれるラウンジありますとかパパ活ありますとかなんかそういうのは来ますけど来るんだ、うん、あとなんか 元アイドルを集めたなんかメイド喫茶やりたいですとかめっちゃ来ますね。結構ありますよねそういうのね。ありますよね、コンカフェみたいなので、うん、そのそれ縛りじゃないですけど、うん、まあなんかちょっと大手の子とかも所属してるような、うん、あ元48とかもいるんだっていうね、うん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 、はめっちゃありますけど、うん、まあなんか厄介さで言ったら別にないですね。元〇〇のコンカフェのが始まって、はい、そこがなんか YouTube 番組みたいになってて、一回見たらミス ID 受けに来た子が出しちゃいけない話だと思ってた話を普通にそこで話してて、うん、いいんだみたいな、うん、解禁になったんだって、はい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 、あの確か元 SKE の子が、はいはいはい、その恋愛禁止をちゃんと守ってアイドル活動してたんだけども、はい、アイドル辞めた後で恋愛全然してなくてどうしようと思ってホストクラブに行って、あのホストにハマってっていう恋愛禁止って怖いなと思った話を確か当時聞いて爆笑してそのことなんか確か面接で盛り上がったんだけど、その話を普通にオープンにしてて、はい、それすごいな、うん、そこはいいって思ったんでしょうね。そうだから私恋愛はしてないんですよって確かその時も言っててまあ正しい、そうそう、恋愛なしからいきなりホストに行っちゃったんでっていう恋愛禁止にするとホストに行くっていうのは、うん、なんか仕方ない感じしますよね。なんかいるじゃないですか全然。確かにアイドル系ってそういうパターン意外とあるかなと思ったんですよ。うんうんうん、そういうものに全く、はいはい、免疫がないまま一気にそこまで行っちゃうっていう。一番良くないパターン。そう、なんか多分免疫がなさすぎて、うん、そういうのにキュンとしちゃって、うん、なんかお金で解決じゃないですけど、はいはい、なんかもう、うん、恋愛じゃないからいいじゃんのフェーズに入ると、うん、逆に一番大変というか。自分も辛くなるじゃないですか、お金を使うことによっての、うん、そこは難しいですよね。じゃあ恋愛してた方がいいんじゃないかとかもあるし、元アイドル系の方々のね本当にホストとか、うん、あのね、なんだろう、メンズ地下アイドルとかの関係はね、はいはい、気をつけた方がいいですよと本当に思いますよ。本当に本当にメンズ地下アイドルよ本当に、ね、すぐ近づいてきますからね、その文化は本当に、うん、王さんとの東京スピークイージーって秋元康推薦ですか。あれ僕推薦ですよねもちろん基本僕に話が来て誰かパートナーいないですけどって時に、うんうん、僕が一応あの番組を気を使って一応秋元康枠みたいな人を呼ぶっていうのを2回ぐらいやっててはい、はい、3回目はでもあれは秋元さん側からの推薦なんですよね。どれがですか。3回目僕は
渡辺淳之介さんと出たのは、はい、あれはだからちょうどあのタイミングで、はいはいはい、っていう。あ、そうなんです、うん、そうそうそう、そこはそうなん、うん、渡辺さんでお願いしますなぜずっと島田紳助コメントがいっぱい来てるんだろう今日。確かに、なんでだろう、うん、なんか盛り上がってるんですかね。盛り上がってますよ、まあ、盛り上がってるのは事実ですけど。あ、そうなんですか、世の中で。ああ、あれか、わかりました、わかりました、確かに盛り上がってたもん、ね、SK 松井さんの卒業についてジュリナ、うん、ああ、そう、なんかやってましたね、うん、接点がないんでわかんないですね、うん、敵頑張れ、そういうふぐりをしないのが川越ひな AV の人もメンタルやるって多い、そうなんですよね、うんうんうん、コメントすごいなギャラ飲みのオファーとかあるんだ。あります、あります、なんか高級ラウンジなんかいくらみたいなのめっちゃ来ますよ DM それは何ですか、面識ある人が来るの。いや、全然知らない人が、なんか普通になんか、うん、まあなんか多くのなんかなんか芸能人も在籍とかなんか、なんかよくありそうな見出しとかで釣ってきて、しかもなんかそう他店よりも高いですみたいな、まず他店知らないしみたいな、なんかこういくら以上みたいな、なんか社長さんとか、 なんか人脈つなげれますみたいな、なんかその人脈っていうなんかこのわざわざこう書く感じとかもおおとか思うし、でも結構来ます、それはギャラ飲み系は多分相当片っ端から送ってるんでしょうね。送ってると思います、本当にいけんじゃないかみたいな、ガンガン送ったうちに何人かはそこに釣れるみたいな、だからなんかね、なんかちょっとまだ前大丈夫ですね困ってないですね松井玲奈ちゃん、松井玲奈ちゃん呼んでほしいです、うん、ね、全然ね候補には入ってるんですけどね、うんうんうん、松井玲奈さんはインタビューした後、単行本に載せようとしたらやっぱアイドルの話を当時してたんで、あ、その辺はまあ載せたくないんで、はい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 、ちょっとモードを変えたいってなりますね、はいはいはい、あれですか、12人の、そう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 、ブロディでやってめちゃくちゃ面白かったんですけど、はいはい、ね、めちゃくちゃトイレ来てるいいですよ、行っててもつなぎますよ。本当ですか、うん、どこですか。奥です、2つ先です。じゃあちょっと、うん、はい、やってる間にコメント読んでます。はい。恋愛禁止の後遺症。うん、はい、うん。なんかもうえらいスキャンダラスなことしかコメント書かない人とかいますね。メンチカの集金能力がすごい、そうなんですよ。そうなんですけどね。ずっとあのメンチカと普通の地下アイドルを絡めるのは危険とはずっと言い続けてますからね、うん、はい、始球式その後もう一度オファー来てないですか。来てないです。あれも番組の企画でやっただけなんで、番組がなくなってる以上は何もないですよ、うん、はい、秋元さん日本を打った郷さん、はい、そうですね、売りましたね。すごい勢いだな。はい、ホストがメンズ近いで、まあそうですね。はい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 、ゆきりん絡みか、そうです。もうややこしいことを書いてる人がすごいいるな秋元枠といえばそろそろ佐久間さん、佐久間船長、そうなんですよ、佐久間さんもずっとオファーはしてるんですけどね、呼びやすくはなったと思います、辞めた会社を辞めたことで、はい、ロフトイベントお願いします、行ってきます、はい、クラブハウスでもよく見ると、よく見る人脈というワード、どうですか。はい、コメントはすごい来てます。なんてですか、はい、なんてあのなんかでもスキャンダルの話をしたがる人が多すぎるんですよ、はい、はい、なんか聞けないかって。恋愛禁止っていつなくなると思いますか。どうなんですかね。
え、でも最近言ってるんですかね、恋愛禁止って。そもそもある時期からね、秋元さんはね、俺はそんなこと言ってない、言ってないって言ってたんで、うん、なんかその勝手にそのなんていうか、応援してる側がそうって思ってるだけで、うん、公言してないグループってめちゃくちゃ多いんじゃないかなって思いますね。ね、そうですね、契約書に入れてるとこ入れてないとこがあるっていうのね、うん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 、聞きますよね、うん、全然なんか、うんうん、恋愛禁止か。どう思ってたんですか当時。え、当時どう思ってたんですか。え、だからもし私がそのなんていうんですか、まあ、LGBT でその、うん、なんていうの、女の子好きだった場合それも恋愛禁止になるのかみたいなことはすごい考えてて、なんか今の時代で言ったらそれってめちゃくちゃなんかこう なんですか、ジェンダーレスみたいな感じになってるじゃないですかの時代で、わざわざなんかその異性と恋愛禁止っていう、なんかどう逆に捉えてるんだろうってすごい思ってて、あの地下アイドルとかで、はい、あのメンバーとのね、その要は LGBT 的な意味で、はい、メンバーとの交際が、はい、あの発覚みたいなことが何とかあったんですよ、ね、はい、ありましたよね、見ました見ました。それはなぜか責められないっていう流れがあって、そうそうそう、なんかそれを見た時にこれ不思議だなと思ったんですよね、うん、これはセクシャリティ的な問題で逆に触れづらくなっちゃって、はい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 、応援するみたいな空気になるのか、変なところに引っかかるんだったらこっちの方がいいやみたいな、はい、謎の解釈なのかどっちなんだろうと思いながら見てたんですよ、はいはいはい、今。そうですよね、だからなんか、うん、なんかもしうち例えばその一緒にやってる子たちでいたとして、うん、その子ってめちゃくちゃじゃあ幸せじゃないですか、うん、プライベートも充実してて、はいはい、じゃあ何かストレスがあった時にその人に相談できるとか、うん、なんでですか、まあ、友達以上に相談できる相手がいたとしたらめちゃくちゃ、うん、あいいじゃんみたいな、うん、あって、なんかそのそこが難しいなっていう、なんか別に恋愛禁止っていう必要があるのか問題というか、うん、不思議ですよね、そういう矛盾というかが出てくるのではないかなっていう。ファンとか変な男と付き合うのは批判されるけど、うんうんうん、女同士はまあいいんじゃないかな感は何度か見たので、うん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 、なんかそこが難しいなと思う、うん、だからなんかそれはそれで差別なんじゃないかと。そうそうそう、差別な気がしたので、うん、なんかこうもしかしたら今後そういうことが差別ということに認識されればなくなるのではないかなっていう、うんうん、まあ性差が明らかに出ちゃってますからね、はい、そうそうそう、不思議、うんうん、一回そのなんだっけな、二人組アイドルで付き合ってるって女の子と僕が仕事で絡んだことがあって、わかりますよ、うん、地下アイドルで、はい、オタクにはバレてたらしいんですよね、うん、振り付けがこの手が絡む時とかがちょっとおかしかったって気づくんだそれでっていう、川越さんが今後目指す方向で誰みたいになりたいっていうのあるんでしょうか。なんか昔は多分誰かを目標にして生きてたんですけど、うん、今は本当になくて、うん、まあ、好きな人可愛いとか思う子はめちゃくちゃいるんですけど、うん、誰みたいな、まあ、生き方をしたいとかも全くないですね、うん、全然ないかもしれない、うん、もうやりたいことが多分自分の中で決まりきってる感じはあるかもしれない、うん、正解がないから難しい感じありますよね、うん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 、ただ、うん、なんか目指してたらなんとなくこう、うん、ってなるんですけど、うん、ないところに行きたいなって思ってるからかもしれないですね。郷さん、かごちゃん、井口でトークイベント全然多分すぐできますよ、組まれたらやりますよ、うん、そして飲酒会にすべきですよね、はい、そうなんだ、郷の日を改めて第1回から見直そうと思ったら動画なくなってて気持ちが折れました。そうなんだ、あ、そうなんだ、これは公式アーカイブができたからじゃないですか、 YouTube があるからってことですよね、多分。なるほどね、カオさん、オンラインサロンとか向いてそうですね。なんかそれ言われるんですけど、オンラインサロンって結局何やるんですかっていう。ピンキリですよね。あります、なんかね、難しいですよね、うん、なんか私結構いろんな人のオンラインサロン入るんですけど、うん、おう、僕も結構入ってますけど入るんですけど、うん、なんかまあその人たちにはなんとなくこうなんかあるなと思って。ニューヨークとか入ってます？入ってないんですよ。入ってないんだ。私全然知らない、なんかインスタ運用アカウントみたいな人が入ってるんですけどね、何回で。ニューヨークのオンラインサロンって合コンとかやってるんでしょ。あ、うん、それはいいな。いいんだいや、わかんない、なんかそのらしさがあるからいいという意味ですけど、うんうん、確かに自分だったら何がいいんだろうって感じですね、うん、堀潤のモーニングフラッグ出たいって知らないですよね知らないです。僕が出ていたモーニングクロスっていう
その MX の番組があって、それがリニューアルしてなんか10代20代の子が出る番組になったんですよ。もう僕が呼ばれない番組になっちゃって。確かにモーニングクロスは知ってます。そうそうそう。でだから川越さんなら出れるってことじゃないですか。あ、確かに。ガチ君のオタクがいなくなれば恋愛禁止の副業にならない。でもまあね、全然いていい文化だし。中野の監督がロフトウェイでイベントやりたかったから吉田坊さんお願いします。実は一回やってんですけどね。うんうんうん、すごい昔、タマの映画の時に。外浴チャンネルに川越さんは出たいですか。あ、あの街でなんかあれ大森さんとかも。そう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 。マロとか。そう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 。ああ、あれか。なんかそんな喋ることなさそう、私の人生。僕も断りましたからね。うん。うん、そこまでハードではない。語れるような人生はないですよ、うんうんうん、サバイバル感はないかも、うん、女の子同士の路中写真が出てきたらどうなるんだろう。確かに、うん、絶対なんかいいみたいになりますよね。多分オタクはそれはそれでよしってなりますね。いいですよね。だってライブとかでもなんかチューするとかあるじゃないですか。うん、盛り上がりますよね。あれって本当だったとかいろいろ考えるといい、うん、いいってなりますよね。でも前から言ってるんですよね。本当に変な男とつながるぐらいだったら、うん、メンバー同士でイチャイチャしてほしいみたいなオタクの欲求感絶対あるんですよ、はいはいはい、ありますよね、うん、そうなんですよね。ソフトレズ感を楽しみたいみたいな欲求は絶対ある。マユミのデナのラジオに出た元 SKE の子は契約者に恋愛禁止の文言があったって言ってましたねっていうね。うーん、全然覚えてないか分かんないよ。契約書ちゃんと見てないタイプ。全然見てないですね、うん、相手が女子だと嫉妬しなくてよいから。メンバー同士で恋愛すると別れた時大変では。でもそれこそね、木下桃子がやってきたことなんで、うん、ね、完全にそういう文化の流れですからね。メンバーを誘惑するっていう、うん、それをファンも責めない、うんうんうん、看護婦今何本目？今、いや3本目です。3本目4本目ですもんね。4本目です。やらねえよ。アイドル文化終わる。川上ピピスは YouTube 以外でも活動ある？なんかちょこちょこイベントとかやる方向ではあると思うんですけど、うん、うん、なんかそのすごい活動的かって言われると、うん、多分何ヶ月かに1回なんかやろうかなぐらいだと思いますね。まあね、それぞれの活動あるからスケジュール合わすのも難しい。めっちゃ難しいんですよ。だから動画撮るってなっても、うん、やっぱその人数もいるから合わなくて、うん、それこそ舞台やってる子とかもいるんで、うん、なかなか厳しいので、うん、もうなんか何ヶ月かに1回ちょっとやろうかなぐらいは話してますね。マユイを目指してた川越 P。 うん、まあその時期もありましたね。井口のラジオの話今日はしないの？ラジオの話、いやまあまあそれはオフレコで。Z 世代、最近注目してるアイドルはってさっきから何度も来てる。最近、いやなんかすごいいろんなアイドル、なんかこうコロナ禍で逆、うん、こうなんかなくなってくと思いきや、うん、まあ、なくなってくるところも結構あるんですけど、うん、できてなんていうの、最近お披露目してる人ってめっちゃ多いじゃないですか。まあ、コースピピスは別としてね。別として、うん、多くて、うん、そこにまずびっくりで、うん、最近なんだろう、まあなんか、まあ勢いで言ったらシンデレラ宣言とかですかね。なんかまあ好きかとかは難しいですけど、うん、なんていうんですか、やっぱなんかその TikTok とかのそういう勢いとか、なんか今っぽいなとは思って見てるぐらいですかね。全然詳しくはないですね。あとはそこ何でしたっけ、キュルシテとか、うん、なんかまあいっぱいできてるけど、うん、まあなんだろう、
こんなにインフルエンサー可愛いが集まってくることってあるんだなっていうのは実際あるけど、なんだろう、昔ほど刺さってるかって言われると難しいですね。あとなんかそのキルステとかもそうだけど、うん、ああいうある程度のレベルのグループができると、うんうん、いきなりワンマンとかでデビューみたいな感じで、あの見る機会がないまま、そうなんですよ、なんとなく続いちゃうんですよね。そうなんですよね。対バンとかになかなか出てこなかったりとかして、はい、なのでこうやっぱり結果的にめちゃくちゃ大きくなった人たちが好きだから、うん、その過程で応援してたっていう、多分自分も好きだからっていうのを考えると、うん、最近いないんですよね。最近出来上がりすぎたところが出来すぎてる、うん、なんかみたいな、こんなインフルエンサーが集まるんだが、うん、多発しすぎて、そうなんですよね、どれを追っていいか分かんないというか、うん、みんな知ってる子たちがいるみたいな、うんうん、ね、ツイッターの有名人集めました、うん、そう、発掘感がないっていうのは若干なんか意外と刺さってない部分ではあるかもしれないですね。最近の山崎怜奈さんのラジオについて、私全然わかんないですけど、あの有吉さんがロケバスでこうバーって流れてるのを聞いて、うん、あ、なんだこのなんかうまいラジオの子はと思ったら、山崎怜奈さんっていう乃木坂46の方だったっていうのをサン、うん、サンドリで言ってて、うん、うわめっちゃ悔しいと思ってそれでもうめっちゃ泣いて泣いてんだはぁみたいな、なんかみたいな、なんか、うん、なんていうんですか、うん、まだめっちゃ共演してて、例えばなんか高山一実がなんかめっちゃいい子だったとかだったらいいですよ、はいはい、なんかこう、わかります、この接点もないわざわざ自分から発掘、うん、そのなんかこの子はすごかったっていうのを、うん、しかも私なんですけどサンドリで語られるっていうのが、うんうん、はいはい、なんかそのホームっぽい場所でこう、うん、わざわざ語ってくれる本音を話せる場でっていうのが、うん、もうなんか今泣きそう、めっちゃ悔しくて、もう悔しくて悔しくて、ちょっと辛かったですね、あれは。誰もが絶賛してるじゃないですか、ラジオの能力を。そう、でもまあすごいんですよ、本当にすごいし、うん、でももうアナウンサーの道の感じも出てるなって思うんですけど、うん、ただ有吉さんが言うことによってもう、ね、なおさらやっぱこう、うん、有吉さんが言ったって言って見出しで見ちゃうじゃないですか。なかなか認めない、有吉が認めたぞ。そう、もうそれがもうひなにその能力をくださいって思いましたね。本当に初めて、なんかこう、うん、そういう質問投げかける能力とか、うん、あの声の感じとか、うん、欲しいと思いましたもん、うん、慣れない。スキルがね、確かにあるんですよね。あるんですよね、なんかい、うん、いい、ちょうどいい、こうやっぱそうサブでこう、うん、こう受け答えしてくれる感じ、うん、なんだろう、邪魔しない感じの見事なトークっていうか、もう見事すぎる我々って感じもしない感じが、うん、すごいいいなって思いますね。なるほどね。いいと思ってるからこその悔しいというか、なんか良くないもの褒めてたらなんだよとか、うん、なんか言ってるわぐらいになれるかもしれないけど、うん、まあ分かるなっていう。うん。本当いいですね。相変わらず悔しくて泣いてる感じがいいですね。そうなんです。もう悔しさがあるんだって思いますね、自分に。うんうん、まだね、グループ時代悔しい感情で泣くの分かるじゃないですか、はいはいはい、やめてもまだこういうのは引きずるんだろう、悔しいんすよ、うん、知り合いが褒められとるみたいな気持ちになる、しかも同級生がみたいな、うん、大好きな人に、そうなんですよ同い年かみたいな、ワンチャンあるなとか思うないんですけど、ないですね、はい、そんな感じで残り2分ですよ。告知することとかあったりするんですか？ひなねぎチャンネルという YouTube をやっているので、うん、ひなねぎチャンネルのチャンネル登録と、あとカオスピピスっていうのをやってるので、うん、よかったらあの MV を2本上がってるので見てほしいのと、うん、あとツイッターを更新し、写真を上げた時はいいねしてもらえたらメンタルが強くなれるというと私の心が折れないように、折れないようにいいねってことと、うん、あとは、まあ、よかったらあの川越でいつもエゴさしてるので、今日の GO の部屋の感想とかもあればツイートしてもらえたら寝れますね、ゆっくり。これ何なんですか？いい酒飲んで、あの可愛いよりもどう言われると嬉しいとかあるんですか？おもろいそっちあと有吉さんが好きなの伝わったとか、なんか共演実現するといいないみたいな、うんうんうん、そっちそうです。あと、うん、まあちゃんとそういうね、うん、AV とかは出ないっていうのも分かってもらえれば、うん、ここでじゃあ山崎怜奈絶賛とかのツイートはしないんですよ、ね、あ、そういうのはやめてくださいよ、本当にもう本当に、うん、あの別に怜奈ちゃんのこと好きだけど、うん、あの私の回だったんで、ちょっと有吉さんのことだけでお願いしますという感じですかね。こんな感じですかね、はい、はいはいはい、まあね、うん、
これだけ数出てますけど、ちゃんとまだねネタは、ね、はい、毎回ちゃんと新しいネタも持ってきてますよ。はい、うん、本当頑張って新しいネタをまた持ってくるので、うん、懲りずに見てください。出てた際は、ね、はい、はい、そんな感じですね。はい、この回ねこの後 YouTube にアーカイブもね更新で上がりますのでね、はい、うん、うん、あの後半から見た人はぜひ前半の有吉タイムも見てください。はい、はい、そんなわけで次回は4月20日火曜日20時からで、ゲストはや、あの東京女子の山部さんですね。お、リモートになりますがというね、はい、女子優は必ずここには来てくれないという、ちょっと一応あれなんですかね、うん、はい、そうなんですかね。はい、米山さんが来ていただきますので、はい、という感じで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またね。